もうそうですね。なんて企画だ。なんて企画をって話ですよね。なんて企画やってんだって話ですよね。なおとくんの企画力が。あ、やばい。もう見てくださってる方あ、がいる。ありがとうございます。あ、そっか。タイトル変えないと。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。変えてください。はい。一瞬見ないと。あ、あれ、始まってんの、これ。始まってます。おたおかしてる、おたおかおしたてる。おたして、汗拭いてる、始体まってのます。皆さん、ありどがとうこごかざいら始ます。浮世葉について語る会保存して、まる。すみません、はい、ちょっとこれもこっちも変えなきゃいけないな。皆さん、どうでしょう？音量とか、どうですか？村田です。目黒さん、喋ってください。目黒です。目黒であ、す。どうも、目黒皆ささん、ん。こんばんは。おお、喋ってこんばる。んは。音量いい感じ。はい。大丈夫オッかな。ケー。いいんじゃないですかね。はい。はい。で、今、プッあシュとはしもたからいいかう。じゃあ、リツイートするな。あ、わ。音量チェック。ああ、ありがとうございます。そうどうでやっすね、そてれツを。イートするの？僕が多分今、ツイートしたかなと思うんですけど。あ、ツイートした。ツイートする。で、リツイートした。はい、ありがとうございます。お、あ、やばい、僕にピから、ロンって、ピロピンっロン。て音が入っちゃう。ごめんなさい。ごめんなさい、皆さん、バそタれバはタで、まちょっとね、ちょっとあ。まだ準備整ってなかったっていう、ごめんなさいね。皆さん、本当に今日ありがとうございます、来ていただいて、もうちょっとしたら、ちょっと本編始めていきたいと思うんですけど、多分ちょっとすぐだと、お客さん集まりきらなかったりとかもするので、もう少しだけちょっとじゃあ、雑談したり、皆さんの様子を見たりしようかな。で、5分、10分したら、ちょっと本編を始めていきたいと思います。あ、皆さん、コメントありがとうございます。わ、てか、たくさんの方がすでに見に来てくださって、本当にありがとうございます。ちょっと、別アカウントからもリツイートしよう。あ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと読み上げていきます。はい。あ、さん、始まった、始まった。こんばんは、素敵な企画と配信ありがとうございます。泣きながら見ます。いやいや、泣かないでください。楽しくいきましょう。お邪魔いたします。あ、音量いい感じです。ありがとうございます。こんばんは。あ、てか、エミリーさん、いきなりコンティニューコインありがとうございます。そう、これね、この企画をき続なけり、ていく上ではね、皆さんのコインをいただかないと実は続けられなくなっちゃうので、皆さ今ん。日お邪魔とか全然大丈夫なんで、もしちょっと長く聞きたいなと思っていただいたら、ちょっとコンティニューコインだけいただけるとすごく嬉しいです。すいません、よろしくお願いします。じゃあ、俺もセルフコンティニューコインを。あ、そんなことできるんですこれ、か？だって俺普通に見てるから、今。あ、そっか。なお。なるほど、なるほど。あ、私もそうなの？じゃほら、あ、すごい。てか、バッ皆クさん、ありがとうございます。なんか、めっしちゃてる。めっ皆ちゃさいいん、あやつやる。りがとう。てか、目黒さんがコンティニューコインバック。やばい、やばい。あ、もういいよ。もう皆さん、いいよ、多分。もうね、十分。もう十分。どんもうだ多け分、喋今、る2時か間とか半ぐらいあでるきけど。る。すみません、皆さん、本当、たくさんありがとうございます。うわ、すげえ、ありがとうございます。やめばて、い舐めてくれな。た。あ、もうできるんだ。もうできる。もうできます。あ、やばい。なんかでも、やっぱ、あもうれいいですかね。じゃ。もう、やっぱ、こう、なんか、そうですね、皆さん、やっぱりこう気になるんだなというか、見てくださってるなっていうのが、慣れてすでにる。嬉目しい星でもすだいぶ。ね。いやー、ありがとうございます、本当に。ちょっと、そんな感じで、私もね。気を引き締めつつ、でも、まあ、固くなりすぎず、ちょっとやっていきたいなと思ってますので、ぜひその皆さん。喋りがすでに硬い。いや、これはね、僕無理なんですよ。僕はね、もうこのお二人ゲストで、ゲストで言い方するとあれです。もう出演者で、僕企画しててお二人呼んでる時点で、仕切る方にいなきゃいけないっていう、もうマインドが入ってるから、これはもうね、無理なんです。それ仕あ、てか切って皆もさん、らわないと。本当、あ、てか、あれ、あ、てか、やばい、皆さんのコンティニューコインでコメントが流れてる。早く読まなきゃ。あ、マッキーさん、目黒くんだ、目黒くんだ。目黒さんも T シャツリワインドですか？アナウンサー、目黒さん、パープラ目黒さはん。ね、ただの無地 T シャただの無地 T シャツですか？私、ツ。原。リワインド。私はそこれ、ユッキーの形見の T う。シャツです。いいですね。ありがとうございます。だっあ、て、安西このはじめ子さん、にはじこうめいうまし T て、シこんばんャツは。持ってないよ。着てないよ、普段。そうですよね。なかな今かこう日黒いう指時定じゃだないっと。たの？いや、全然そんなことないです。たまたま。なんか、ちょっと明るくしたかったんだけ ど、はい。私だけ、
私だけヨーヨーでもジャグリングでもないなと思ったら、じゃあヨーヨーの T シャツを着るかと思って。そうですね。なんかこうリワインドさん推しみたいになっちゃったけど、はい、そうですね、2人ともスポンサードバイリワインドでお送りしてる感じになってるので、リワインドっていうね、ヨーヨーのお店があるんですけど、はい。そんな感じで、もう始めていこうかな。皆さん、お、なんかたくさん本当に来ていただいてありがとうございます。ちょっと、まあゆるゆるとというか、もうしばらくしたらちょっと、ツイートから来ました。ありがとうございます。みんな黒 T、本当ですよね。これ僕今、あ、はい。僕のめちゃくちゃ個人的なあれなんですけど、なんかうまいことコメントを見ながら、こう配信の方のを見ながらとかしなきゃいけなくて、ちょっとその準備が整ってなかった。僕はあの皆さんのコメント見ながらズームできてますよ、ね。あ、素晴らしい、素晴らしい。目黒さんに任しちゃうかな、はい、それも。あ、任し、コメント拾う。コメント拾う。そうですね。あ、それもありね。そうですね。よし、じゃあちょっといいかな、整ったかな。はい。はい。OK です。整いました。はい、整いましたとか言うとなんか大喜利が、大喜利というか面白いこと言わなきゃいけなくなっちゃうんですけど、はい。皆さん本当に今日は来ていただいて、ご来場って言い方するともあれかな、ご視聴いただき本当に誠にありがとうございます。これから、ユッキーヨーヨーについて語る、会始めていきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん本当にまあちょっと最初にというか、なんでこれをやることになったかみたいな話だけちょっと軽くさせていただきたいんですけど、僕ナオトークっていう自分のそのショーアーティストと対談するイベントをやってるんですね。でこれは視聴権利を有料でお買い求めいただいた方にお見せするイベントで、でそれにそろそろバーバラさんが、先日1週間前か出演いただいた時に、その打ち合わせの段階でバーバラさんがちょっとユッキーの話そこでしないって言ってくださったんですね。ちょっとまあ僕がヨーヨーっていうのもあったり、ちょっとユッキーとバーバラさんのその関わりとかもあったり、ちょっとまあ間もなくその、亡くなって8年にもうすぐなるけど、お、びっくりしたびっくりした、びっくりした何今の、あ、突然犬が動いて、すいません、今すげードキッとしちゃったすいません、社長がね、社長が来たのかも、あ、誰か来たのかちょっとユキ呼んじゃったんじゃないですか、ちょっと喋ってたら、うん、ちょっと来たのかもしれないどうぞ、どうぞ、直人の方通りに、大丈夫、そうですね、今日はちょっと通りには行きそうにないですね。まあなんかそういうお話をしてる流れで、じゃあやろうか、あ、それいいですねってことで、ちょっといろいろ僕もユッキーのことを思い出したり、ちょっとまとめたりしてたら、いやこれちょっとなんかそのバーバラさんにお呼びして、バーバラさんのお話聞いてる流れでユッキーの話で結構締めちゃうなとか、あとせっかくそのなんだろう、ユッキーのお話するなら、その有料でこう来てくださった方々にこういう方もいるんですよっていうお話をするんじゃなくって、ちょっともっと多くの方にせっかくならこのユッキーのお話聞いてもらえませんか、これはもう無料配信でナオトークとはちょっと別企画みたいな感じでって言ってバーバラさんにお話したら、ああそれぜひちょっと協力というか、まあその一緒にしたいですって言ってくださって、で2人でちょっとお話しするのもなんかあれだなというかっていうお話になって、でじゃあちょっと誰呼ぼうというか、なんかもうちょっと何人か呼ぼうかって話してたんですけど、でも呼びすぎるとそれはそれでまとまらなくなっちゃうので。ちょっとそれで、あ、じゃあちょっとまあ僕が知る限りのそのユッキーとちょっと関わりが深かったちょっと目黒さんにちょっと声掛けしてみようって、お声掛けするとちょっと心よくというか、そのあ僕いいです、やりたいですというか言ってくださって、それでちょっと今回の話に、こうなったんですね。はいはいはい、そうそうなんですよ。でまあユッキーのことをその知ってる方知らない方ってもちろんそのいらっしゃるとは思うんですけども、ちょっとまあ最初に軽くちょっと
まあ、プロフィールというか、ユッキーがどういう方だったの、どういう方なのかっていう話をちょっと、紹介してから、ちょっといろいろと、まあ、雑談的な感じで、いろいろとユッキーの話を今日はしていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じでちょっと画面をまず共有させてください。ババン、雪ようようについて語る会、出演者、ナオト、バーバラ、村田、目黒陽介です。あ、どうしよう、これ考えてなかったけど、僕たちが何者かっていう紹介ってし、なくていいかな。考えてなかった。全然考えてなかったね。それぞれをみんな知ってくださってる方もいれば、全然知らない方もきっといますよね。まあ、軽く言う、僕はヨーヨーを使ったアーティストで、今ドイツに住んでます。で、6年くらい今ドイツに住んでるんですけど、そうですね、まあ、ユッキーとはヨーヨーつながりというか、でもちろんすごく多大な影響を僕ユッキーから受けていて、今でも一番リスペクトするアーティストの一人がユッキーって、そういう感じだからです。で、バーバラさんの紹介どうしよう、バーバラさんにしていただこうかな、じじゃゃあ。あ、はい。私は、バーバラ村田と言います。まあ、パントマイムとか、人形を使ったりした、あと仮面を使ったりしたパフォーマンスで大道芸とか舞台とかやってます。はい。そしはい。て目黒さん。目黒陽介です。ジャグリングやってます。まあ、ヨーヨーやってました、もともと。はい、ヨーヨーもとからもとジャグヨーヨーリングから、そしてジャグリングやってっていう。やって。はい、で、そ今は、のヨーヨーとディアボロをやジらャれグてリング。た競技会で活躍されてた時期から、そのユッキーとはつながりがあってっていうことですよね。そう。はい、はい。そうです。その通りです。はい、じゃあその3人でちょっとユッキーの話をしていくんですけど、まずじゃあ今度はそのユッキーが、どういう、人なのかというか、ちょっとプロフィールを最初に軽くご紹介させてください。はい、ユキヨーヨーのプロフィールです。1985年9月1日生まれ、神奈川県出身。ヨーヨー全国大会優勝、世界大会準優勝。高校卒業後、フランスへ渡り、フランス国立サーカス学校をヨーヨーで史上初めての入学卒業。これ、そう、日本人としてここに入ることもめちゃくちゃ珍しいんですけど、何よりその世界中でこのサーカス学校にヨーヨーをメインとしたアーティストが入るということ自体がまず快挙だったんですね。かなり珍しいことです。少なくともこの学校、フランス国立サーカス学校ってめちゃめちゃレベルの高いサーカス学校なんですけど、そこで言うともう史上初めてだったんですね。これもしかしたら世界中で初めてかもしれないですけど、ちょっとそのあたりは分かんないんですけど、そこに入って卒業されて、でアクロバティックなスタイルと融合したヨーヨーパフォーマンスで、ヨーヨーアーティストとして名を馳せるヨーロッパを中心に活動されて、2012年6月27日、もうすぐですね、命日が、不慮の事故で亡くなる、去年は26歳でした。でそんなユッキーのちょっと、なんだろう、人生というか、ちょっと今ご本人からお聞きすることはできないので、どういう道を歩んでこられたかっていう話を、実はパリで飯を食うっていうこの本があって、その川内あい、アリオさんっていう方が、書かれてる本なんですけど、この本は10人の、フランス、まあ、パリで活動されてるアーティストだったり、まあ、様々な方を取材して、それを1本の本にまとめられた本なんですけど、この中のその10人のうちの1人でユッキーをその取り上げてくださってるんですね。でめちゃめちゃいい本で、そのユッキーの話以外他の方の人生とかもめちゃくちゃ面白くて、で、今日はちょっとこの中からそのユッキーがどういう人生を歩んできたかというのを軽くちょっと抜粋して、させていただきました。でそれが、こちらで、女兄弟ばかりの末っ子に生まれました。で11歳の時にヨーヨーを始める、中学生からコンテストに出場し始め、高校生で全国大会優勝、世界大会準優勝で、その後山下公園で、高校生の時から大道芸やってたんですね。で、週末大道芸をちょこちょことするようになって、少しずつ仕事をもらえるように、日本でも実はここで活動してたんですね、パフォーマンス活動で。高3の時にフランスのサーカス学校をどうですかと勧められて、で CNAC、 さっき言ったフランスの国立サーカス学校に、その後入学します。で、卒業後フランスを拠点にアーティストとしての生活を始めるということで、ちょっとここは、この後からその本に書かれてる内容がめっちゃ面白いんですけど、ちょっとあんまりちょっと語りすぎてもあれなので、ぜひこれ本を手に取って読んでいただければなと思います。はい、じゃあそんな感じで一旦共有を停止して戻していきたいと思結構いこまうす。本を持っていらっしゃる方がいますね。お、そうですね。はい、私なんも持ってか僕も読ませていただいて、お、
あ、ツイキャスズームできないんだったらどういうことだろ結構大きくできう。ない。あ、そういうことか。違う？ああ、なるほど。かそうな。かも。この配信がズームだから、なんかあれかな。パリで飯を食う、持ってます。何度も胸が痛くなる内容でしたね。これ切ないんですよ、いろいろと。でもぜひ見てみてください。すっごい面白い本なので。はい。まあ、そんなユッキーに関してちょっといろいろと話をしていこうかなと思ってるんですけど、あ、ごめんなさい、共有、終わらせるの1個早かった。はい、今日のトピックです。まあ、それぞれユッキーとの出会いの話というか、どういう経緯でユッキーと出会った時のユッキーがどうだったかっていう話から、ユッキーとの思い出の話をちょっといろいろとそれぞれさせていただいて、で、ユッキーが亡くなった時にそれぞれどういう状況だったかっていう話をちょっとして、最後に、ユッキーが、亡くなって、その後というかもたらしたもの、あ、これユッキーが作ったものだったんだよねとか、あ、ユッキーが今いなくなったけどこんな形で影響してるんだみたいな話を最後にちょっとだけして、今日のこの配信を締めくくりさせていただこうかなと思っています。はい、そんな感じで始めていきたいと思います。もうなんかすげえ人がいつの間にか集まってる。皆さん本当にありがとうございます。はい、やっぱもうそれだけ気になるし聞きたいですよね、みんなユッキーの話。で、なんかその、僕いろいろとそのツイッターだったりそのフェイスブックとかには書いてたんですけど、なんとなくこの、ユッキーに関してちょっと公でお話をこうやってするっていうのがなんとなくちょっとタブーというかな感じがあって、で、僕はそれがすっごい嫌だったんですよ。なんかその、やっぱりすごく若くして亡くなったとか、やっぱみんながその話すと寂しくなっちゃうってところからだと思うんですけど、なんかただやっぱり。すごい素敵な人間性をお持ちだったし、なんか僕はもう本当にファンだったし、なんかそういう、でいろんな偉業を成し遂げてて、でそういう話がどん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 なくなっちゃうというか、こう薄れていっちゃうんですよね。そうなので、なんかこういう話を聞いてきっかけでというか、すでになんかね、この、企画をやるっていう段階でユキのこと、あ、ちょっと思い出して動画久しぶり見たけどやっぱいいなってこうツイート見かけたりとか、あとなんかちょっと。あ、そんな方がいたんだっていうツイートとかそれで見て、あ、それだけでもちょっと良かったなってすでに思ってるんですけど、はい、そんな感じでちょっと、いろいろと進めていきたいと思います。まずはそれぞれのユッキーとの出会いについての話なんですけど、なんかこれできればこう時系列というか若くから出会ってきた人からの話をちょっと聞いてきてたら面白いかなと思ってて。じゃあ、ここをまたそうなん僕です。そでれでいうと、話す目み黒たいさなん感が間違いなく最初に出会ってるんですよね、ユッキーと。じ。多分ね。そう。なので、ちょっと、その目黒さんのお話をちょっとお聞きしたくて。はい。どこから話すか。でもね、そう、実はね、ちょっと打ち合わせを軽くしたんですけど、覚えてないって言ってたんですよね、その明い確や、などこもうが出覚え会てえない。ただっら。て20年ぐらい前の話だ20もん年ね。前ですね。はい。はい。それ中2中3ぐらいじゃないの、あったのが、はい。多分。年は同じなの？ユキが1個下。そうなんだ。ほぼ同じなんだ。ほぼ同い年です。そう。だから、なんか、あの頃の、僕、さっき言ったように、ようやってた。もともとね、ようやってたんですけど、あの頃、なんか、大会とかね、イベントとかで、なんか別に なんでもないけど、なんとなくこう話すようになったりとかする人って多かったです。なんかイベントに集まって、みんなね、同じ目的でイベントに来てるから、だからなんとなくユッキーもなんかいつの間にか仲良くなって そうで、いつの間にかなんか仲良くなっててみたいな感じかな。でもユッキーは僕はディアボロとかね、そういうの、そう、割とこのヨーヨー、まだバンダイの大会とかがやっている時からディアボロとかジャグリングとかちょっとずつやり始めてた。なんかその当で、まあ、時、ヨーヨーの大会とディアブロの大会が同じ大会で行われてたんですよ。そうで全国大会、ヨーヨー部門、ディアボロ部門みたいな感じで。すね。そう、多分そういうところでのつで、ながりがジきっと。ターリングっあ、ていジうのターがリング部門、はい。ありました。はい。あれ、目黒さん、今ちょっと遅い目か黒も。くんは、あれ？本当だ。なんか目黒くんが笑ったスまローまにになっなってる。た。あ笑ったままれ、なんだ大け丈夫かど、な？目大黒丈夫さん。かな？
目黒さん、目黒くん。いますか？あれ、目黒あくん。れ、目黒さんいない？あ、ユッあケ、れ？ギターリングとかもうまかった。あ、なんな急ら今に。ね、音がちょっと。あ、戻った。変わっあ、た？帰ってきたかゆっな？くりしてるね。うん、ゆっくりしてますすごいね。ゆっくりしてる。あれ？あれ？目黒さん、目黒弱小くん、元 Wi-Fi にかな？戻ってきた。戻ってきました？で、なんか硬いね。硬いです。あれ？あ、いなくなった？いなくなった？ああ、来た。帰ってきたと思う。帰ってきた？帰ってきたよね。帰ってきたよね。帰ってきた。大丈夫？ 帰ってきた。すいません。大丈夫、大丈夫。あ、大丈夫。おかえりなさい。いやー、ただいま。危なかっもたですね。う、目に見えないものは分かんないですね、電そう波でとすかね。ね。そうですね。はい、失礼しました。焦りました。はい。で、そうそう。さっきちらっとユッキーはジタリングうまかったの時点で止まったんですけど。ああ、そうそう。だからまあ、ディアボロとかもちょっとやってて、まあそういうのもあって、話すようになったのかな、今思い返すと。あんまり覚えてないですけど、もう出会いの時。なるほど。そうそうそう。でもそこからはでもどうですか、付き合いとしては結構普通に大会とかがなくてもあったりはしてました？練習したりとか。うん、そんなに頻繁には会ってなかったけど、でも、どんくらいだろう、まあ、大道芸始めたり、ユッキーが。あ、なるほど。とか、あと、フランスに行く前ぐらいの時はよく遊んだっていうか、まあ、よく会ったりとかしてたかな。うん。何して遊ぶの？え 気になる、確かに。ユッキーと まあ、何して遊ぶんだろ練習とかじゃないう。やっぱかり。な。ああ、やっぱそうなんだ。結局それなんだ。そうそう。なんかね、そう、どれだけ皆さんそのユッキーのイメージあるかわかんないですけど、実はユッキーディアボロもめちゃくちゃうまくて、で、グルディアっていう、スティックがないディアボロ。今日用意してきました。ちゃんと用意してくださってる、グルディア。お見せいただいや、けるだっんですて、か？いいよ。マジですか？じゃあちょっだって、と、ほら、口で言ってもわかんないそうですね。うわ、ありがとうございます。すじゃん。ちごょっい。とどうしよう。これ、イヤホン外した方がいいのか。しゃべれない。そうですね。じゃあ、ちょっと一瞬抜きますね。はい。ブツっていった。ごめんなさい。大丈夫です。グルディア、そうですね。わけわかんないですよね。目黒さんが今、実演してくださいます。あ、これどうしよう。目黒さん、ちょっと、はい、ちょっとなんちょすっと一瞬。あ、ちょ、あ、ちょ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 
おりゃ。初めて見た。そう、ああ、懐かしい。おりゃおりゃ。そう、ちょっとヨーヨーっぽくスティックを使わずにこういうディアボロをやるっていうのを、もう絡まっちゃ絡まっちゃった。 こうやって、い、こういうのあった。ありましたね。今はないの？いや、今もあります。今もあるけど、あんまり主要知っなてる人見たことスタイルない。ではあんまない知ってるで人すが多くね。ないか。でもそれを、これ面白いって言って、なんかもともとあったはあったらしいんですけど、でもこれを発展させたのがユッキーなんですよ。なんかこれのなんていうか、いろんな技を作り出したり、ちょっとヨーヨーから持ってきたりして、でそれで僕、記憶が正しければ、ユッキー1回ね、ディアボロの全国大会でも優勝してるんですよ。そう、すごい、皆さんたくさん拍手ありがとうございます。そうです確かね、優勝してる気がする。優勝してま僕もすよね、ね。同じ大会に出たことがある。はいそはいの、はいはい。でもその時は、一緒に出た時は僕が勝ったんです。いいの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 、めぐるさんよく勝ってたから当時。JNDC って書いああ、てそう、ジャパンナショナルディアボロコンテスト、そうですね、JNDC。そう、まあでもそれで、なんでかっていうと、いや、そのグルディアっていうのは、このすごく技が多いから、そうですね。その速くてね、で点がすごく高くなりやすかったんだけど、その時の大会はなぜかね、制限時間が4分だったんですよ、演技時間が。なるほど。目黒さん勝ったそときは、う、そうそうそう、で でもユッキーはその4分っていうことを知らなくて、3分で終わらせたの。そうなんだ。4分じゃないとダメなの？いや、多分そういうことじゃないんですダけメじゃど、ないけど、言うならば1分分加点が少ないんですよ。ああ、なるほど、なるほはど。い。そうそうそう。でもへえ。3位だったの。
確かうわ、すげえな。確かね。なるほど。そんなことなって、だから4分やってたらね、僕は負けてたと思うわー、なるほど。います。あ、なるほど。私、そのグルディア見てまして。なるほど。目黒ちゃん、自慢。僕が勝ったんです。そうですね。一応言わないと ね。そうですね、そのあたりは。一応で、まあ、そう出で会いとす。しては、まあ、そういう感じですね。そこから、その、ユキがフランスに行くみたいな流れで仲良くなってっていう感じだと思うんですけど、で、多分次出会うのが僕だと思うんですけど、僕はもともとヨーヨーをずっとそのやり始めの頃は全然大会とかにも出てなくって、でもそのビデオでコンテストに出てる人のビデオ見るのが好きで、でユッキーは僕ビデオの中の人なんですよ。それこそ、JCS っていうバンダイがやってた大会の、最後にやった第6回 JCS ファイナルっていうやつで初めて僕はユッキーを見て、で僕はくしくもこれが、目黒さんを僕が初めて見たのもこの大会なんですよ。ディアボルで出てディアボロ部門で出てそうだて、けど、そう、当時ディアボロのビデオとか僕見てたので、で結構その時のユッキーの演技が僕衝撃的で、くるくるよくやってたそう時。です、そうです、まだね、あ、これいいかな、まあ、どうしようかな、まあ、いや、ユッキーがね、当時ね、ユッキーじゃなくて、野人って呼ばれてたんですよ。そうね、野人って呼ばれてた。そう、どういうこと、名前が野人なんだ。あだ名が野人で、なんかそのなんでか僕は知らないんですけど、多分結構糸短めで素足で演技するみたいなことが多くて、なんかそこ糸短め。糸がねすっごい短かったんですどうよ。いうこと？どういうこヨーヨーのと？ヨーヨ糸ーの。が紐が短いんですよ。自分で短くでき自る分での？調整するんですよ。もともと長い糸を自分の好きなファースバスで切るんですけど、ユッキーはすっごい短かったんですよ。で僕それでユッキーの演技見て感動して、小当時ね中す1ごいかでな、すね。小6か中1ぐらいだと思うんですけど、もうすっごい感動して、もうこんな人になりたいと思って、僕も糸めちゃくちゃ短くして練習したんですよ。そう、今思えばそのやり方間違ってるんですけど、ちゃんと上手くなってから短くしないと良くないんですけど、でもなんなるかほど。すごく当時は憧れが強くって、ユッキーがやってた技とかもめちゃめちゃ練習して、わ、そ野人懐かしすぎるう そう、なん当時か、いろいろやってた人たちはね、そうそうサッそカーでさ、ほら、岡野っう、ていうああ、はい、選手がいたよね。それ、は野いはい、人って呼ばれてたあ、よ呼ね。ばれてた、確かに。あ、そこから来てそんのれかが由な。来なんじゃない？わかんないけあ、ど。確かにそうなのかも。ちょっとそのあ似たてり、る？いや、わかんない。似てないと思う。どうなんだろ その辺の由来は、う。ちょっとわそれか知っんてない。る人いたらコメントに書いてほしいな。野 人野の由人の来。由野人の由来。来、でそも、野人って呼ばれてた。う。呼ばれてて、で、僕も野人って覚えてて、野人すごい、野人すごい、野人みたいになりたいって思ってたんですよ。野そう。人みたいになりたい。そうで、ではね、これね、ちょっと恥ずかしい話ですけど、なんかヨーヨーのビデオ見て好きな人いっぱいいたんですけど、特に応援してた人が僕3人いて、でそれが、テリーっていう、当時X 部門で、今のリバインドの渋谷店の店長なんですけど、テリーと、あとね、トミー、ヨーヨーのトミーなんですけど、エンターテイナートミーなんですけど、と、ユッキーなんですよ。だから今思えば当時からパフォーマンスにすごい特化してた3人で、でなんかそういうのが好きだったんだなと思って、でも特にやっぱユッキーはめちゃくちゃ好きで一番応援してて、でなんかでもね、初めて会うのが2003年の全国大会なんですけど、僕好きすぎて声かけれなかったんですよ。ステージに立ってるユッキーを見て、なんかそう、うわー、かっこいいと思って見てましピュアた。やな。ピュアですね。結構ピュアでしたね。なんかなんとなくその時のね、写真ちょっといただいてて、ちょっと出していこうかな。ごめんなさいね、ちょっと。ちなみに、はい。ユッキーと直太はどんくらい年が離れてるニコサです。ニコサ。の？ニニココササですね、か。僕が。はい。これがそじゃあ、のヨーヨーの大会に出てた時のユッキーですね。野人時代ですか？あ、まだ野人って呼ばれてたぐらいだと思います。で、これがさっき言ったグルディアをやってるユッキーで。でもこれディアビッグでやってるから、まだ多分ちょっと、実際なんスか、ピナボロで、スピナボロでやってた。だからちっちゃいの僕、スピナボロ。ユッキーが、その確かに2003年だったと思うんですけど、優勝した時、その時と同じ色の買いましたも
ディアオレンジだっけ？オレンジ、ね、黄色と黄緑なんですよ。黄色だけ半々で、そう、だからそれが、その色が素敵すぎて、なんかそれを買いました。そう、ちょっとちっちゃいやつなんですけど。ミーハーミーハーでした。めちゃくちゃただのファンでしたね。でこれがその2003年の世界大会で3位になった時の演技かな、これが。そう、これこの時の演技がすごいセンセーショナルで、めちゃくちゃ良かったんですよね。3位だったんですけど、パフォーマンスにものすごい特化した演技をこの時にやって、すごい素敵。あ、これが3位になった、その集合写真ですね。それ当時のユッキーの写真ちょっといただいたので、ここでご紹介させていただきました。そうなんですよ。そうで、2004年に僕ね、その時からそのサーカスアーティストになりたいっていうか、そのパフォーマーになりたいという思いがずっとあったので、サーカス学校にその体験入学に行ったんですよ。群馬ので、その体験入学に行って、帰ってきた時にヨーヨーのなんかイベントに参加した時にユッキーがそこにいて、でそこでユッキーに声かけられたんですよ。ついに。ねえねえねえ、で当時僕あのヨーヨー人からナスオって呼ばれてるので、ねえねえナスオナスオみたいな、ナスオナスオって言われて、ユッキーがナスオって声かけてくれたみたいな感じで、へ、であのサーカス学校に行ったんだってみたいな、もしかしてそのパフォーマーになりたいと思ってんのって言われて、あ、そう、実はずっとそういうふうに思っててみたいな、そうなんだって、俺もそう思ってて、実はこれのフランスに行くんだよってってそうなの、いやいや、その僕が行ったサーカス学校にも行こうかなとかっていろいろないんだけど、いろんな人の話とか聞いて、ちょっとそのフランスの方に行くことに決めたんだみたいな、で、あ、いつからそんなふうに思ってたのとかで、そこで結構いろいろ喋って、で、うわ、そっか、じゃあちょっと多分ヨーヨーでまだ若くてこれからパフォーマーになろうみたいな人ってほとんどいないから、ちょっとお互い頑張ろうねみたいなこと言われたんですよ。めちゃくちゃ嬉しくって、で当時なんかまだ大会に出始めで、なんかその成績とかも大して収めてなかったのに、そのユッキーが僕のこと知っててくれたことも嬉しかったし、なんかすごい、あ、頑張ろうってそこですごいモチベーションが上がったんですよね。そうだけど僕ね、このあと次ユッキーに会うの、2011年とかなんですよ。だからここから7年会ってないんですよね。僕はもうずっとユッキーの情報はそのブログを見たり、その他の大会の演技を見たり、なんかパフォーマンスやってるビデオとかを見て一人でずっと追いかけてたんですけど、次に会うのは結構先の話で、その間ぽっかり空いてるんですよね。そうで、なんかそのあたりの時期におそらくバーバラさんが多分出会ったっていう話が多分始まると思うんですけど、私だから、はい、最初に会ってるのは多分だから2005とか、はい、かな、ちょっと日テレアート大道芸があったじゃない、はい、はい、ね、目黒君とかです、はいはい、で、本当に私がまだ人形のショーもやってたかやってないかぐらいで、で、だからユッキーはパフォーマーとしては多分で出会ってない最初は、ロミオとジュリエットっていう私の歌があって、はい、それはロミオを見つけなきゃいけなくて、お客さんの中からで、お客さんでロミオが見つからなければその賞を終えられないっていう、もうそれ以外 の終わらせ方がなかったん で、うんうんうん、でも日テレって結構人が少ないところは少なくて、本当人何人かパラパラしかいなくて、でもこれじゃあロミオ見つけられない、終われない、どうしようって思ってたんだけどっていうか、多分真ん中の一番前でこうしゃがんでね、こうこんな感じでしゃがんで、はい、こうやって見てこうやって見せて、はい、なんかすごいニコニコしてるし、めちゃめちゃ優しそうで、この子ならやってくれる、でもまあこの人しかメインで見てないなとは思ったけど、はい、それで上げて、はい、で上がっ、もちろん上がってくれて、で、まあ、ロミオやってもらったんですけど、でもすごいなんか、あ、なんかこう、椅子に座ってもらって、こう王冠かぶせたりするんだけど、もうなんか、はい、な感じで、うわぁ、すごい、すっごいなよなよしてる。はい。なよなよしてる、こ
こだーって思っうて、わー、なんか目に浮飲んかだらぶすごな。い覚えてて、で、へえ。まあ、ちょっと髪も、あの写真よりも多分後なのかな、なんかちょっと髪も長いっていう長かったか、です、そのまあ頃、おそこう、らなんく。かシャはい。ギーなはい。感じで、はい。で、まあ、だからすごい覚えてたんだよね。なんか、あげた子がめちゃめちゃなよなよしてたっていう のを覚おえてて。で、割とその時に、ね、話をしたかはちょっと覚えてないんだけど、割とちょっとその後ぐらいに台風の目で見たのか、で、ちょっと記憶は定かではないんだけど、まあ、あの子だと思って、まあ、なんかずっと覚えてたんだよね、そのだから、時のそうなん印です象よとね。しだその時に客分けをしたのか、まあ、ユッキーで、でも、て。そのことを、その時はもちろん、そのユッキーあ、が、ユッキーだとは知らないユッしキーだと思う、アーティね。ストだとも知らないってことです知か？らない。もうすごいなよなよしてる。いや、目に浮かびますね。はい。すごいことですよね。多分その辺りのどこかで、うん。まあ、台風の目の時なのか、後なのか、まあ、多分連絡先を交換したんだよね、きっとね。で、まあ、メールがたまにやり取りが、彼がフランス行ってもあったりとかして、で、私が2010年にヨーロッパツアーをやるっていう時に、連絡を取ったんだ、行く。で、そしたら、まあ、ぜひ、ね、近くに来たら会いましょうみたいな感おお、じなるでほ言ってど。くれて、めちゃめちゃすごく、ほら、まあ、人懐っこいというか、そうですいい人ね。だったし、とか2010年の時に、アビニオンで会ったおお、あ、そうそう、2010年アビニオンでね、ユッキー行ってたんですよ。の。パリに住んでたけど、まあ、私もいろんなフェスを回ってて、で、アビニオンに彼も出てるし、私はまあ大道芸をしに行ったんだけど、その時に会って、まあ、だからちゃんと話したのはそこなのかな。なんかそのアビニオンって、その、ヨーロッパの一応三大演劇祭の一つだったと思うんエですけジンど、バラ、エジシンバビラ・アビニオンと、もう一つシは、ビ、なんだっけ、シビエシかビな、ュー、シビユだったかな、ちょっとその辺が曖昧なんですけど、その、の一つで、アビニオンっていう、その、なんだろう、なんだ、古代都市じゃないけど、なんていうのかな、そのなんか、まあ、まあ、お城があおるみ城たいがあな。る昔の町で、なんかそのレストランとか、まあ、劇場とかを、その約3週間から4週間の間だけ、その演劇祭、3週間から4週間の間だけっていうか、その期間の演劇祭をずっと毎日やってるんですけど、その普段はレストランとして運営してるようなところが劇場に変わったりして、100何十個街中に劇場ができるんですよ、その期間。で、千何百、カンパニーが大体その、祭り内でパフォーマンスしてるんですけど、ユッキーその中でショーしてたんですかね、そのシアターショーを。ショーしてた、そうですよシね。アターショーで、そのなんだろう、まあ、だからバリエテの演目みたい、バリエテってドイツにあるいろんな、まあ、ナオトとも今出てるけど、いろんな演目がこう、オムニバスみたいになって、パッケージみたいになってるのの、まあ、お披露目だか、まあそういう感じの、見本市っぽい性質があるそうですところで、ね。アビニオン、あそこに出て、で、プログラマーがあってみたいな、それに出てたから、それを見に行ったのが、まあ、見た最初じゃないけど、それを見に行った、その時に会って、で、そこから結構関わりが強くなっていくっていう感じでまあ、すよそね。こで、そうだね、そこで、彼と一緒にサーカス、なんかちょうどアビニオンでその時サーカス学校の公演もあったから、そああ、なれるも一ほど。緒に見に行ったりして、ああ、それはユッキーの出身のっていうことですよね。確か出身のだったような気がする。おお、すごいへ面白かったけど。え。へえ。なんかその、今日たまたまその、こういうことやりますって書いた時に、望月優作ああ、君素とか敵が、とか。望月優途作切れ君ちゃった。が、あ、本当に大丈夫ですか？優作君が、なんかその、ちょうどその時アビニオンにいて、あった
った、ユウさんそうですか。も私、キャンプ場で一緒だったよ。キャンプね、キャンプね、あそこキャンプなんですよ。だって私はキャンプで、ユウサクもキャンプで、はい、でユッキーは、まあ、もちろんそうやって一緒に呼ばれてっていう、うんうん、まあ、そこの、うんうん、なんか仕切りで行ってるから、まあ、宿があって、はい、なんかいいなって思って、そう、貴族ですよね。もう当時だって一番ユッキーバリバリ仕事もし始めた頃だと思いますし、いろいろと、そうですよね。いや、なんかそう、なんかちょうどその時にそのユッキーと会ってユーサ君がいろいろ話できてっていうのが思い出ですって話をちょっと書いてくださって、そうなんですよね。そう、ユーサ君まだあの時めちゃめちゃ若者だった、若いだと思います。まあ今でも若いけど、めちゃめちゃ若い。そうですね。そうか、でもそこからじゃあいろいろと、つながりがもうより深まっていくってことだと思うんですけど。そうですね。だからまあそこから3年ぐらい私毎年夏ヨーロッパ行ってたので、うん、その時には連絡取って、うん、あったりとか、あとは、2011の、うん、いや翌年か、うん、翌年の毎年5月ぐらいに帰ってきてたのかな、彼は。あ、ユッキーが、はい、はい。うん、で、その、私が主催して作ってたイベントがあって、はい、ヨルベナイトっていう。あ、はい、はい。で、それ、目黒くんも出てもらった。はい、はい。そう、3回目の時かな。はい。吉祥寺のスターパインズってとこでやったんだけど、はい。はい、ユッキーにゲストで来てもらって。おー、なるほど、はい。その時イーガルにピアノで、お、まあ、初めて初対面でもあるけど、はい、まあ、即興みたいな形で、はい、2人でや、まあ、めちゃめちゃ良かった。その時それみたいな、そうなんだよね。いや、そうなんだよね。はい。その時、はい、帰ってきて日立に出てたんだよ。はい、はい、はい。日立大道芸っていうフェスに出てて。はい、で、私も出てて、はい、で、彼多分実家がちょっと遠い、日立に行くには、うんうんうん、なんかそのちょっとうちに泊まってたんで、はい、あ、うん、なるほど、うんうんうん、で、ちょっと花でもなんかすごい疲れて、大道芸をするっていうのは舞台とやっぱ違って、うん、ああ、なるほど、うん、ちょっとそれがまあ落ち込んでたというか、うまくいかないなっていう感じで、まあ、その時ちょっと喋って、でも、その、スターパインズでやったやつは、まあ、ユッキー、はい、それまでちっちゃいとこでやってたイベントを、うん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 、まあ、ユッキーをゲストに呼ぶってことは、はい、というので、すごいタッパがあるスターパインズっていうのにしたのね。あ、なるほど、ちょっと。ユッキーのために。なるほど、はい。イーガルは今はすごいいろんな、ね、大道芸の人や探してるけど、その時は全然、うん、そうですよね、はい、うん、まあ、大道芸も遊興サーカスで始めた感じの時、うんうん、ペーペーだった頃ですね。ペーペーだった頃。大道芸、はい、大道芸ペーペーだった頃。大道芸入っていった時はですね、ペーペーではなかったですけど、大道芸としてはそうですね。うん、なるほど。そうで、だからその時にすっごい、なんだろう、いや、それね、ぜひ見たい、私も見たい、ないんだよビデオが。そうなんですか。まあでもそんなもんですよね、それはなかなか、ね、うん、多分ない。なんかその時もその時もな、あれ撮れなかった、ビデオが撮れなかったんだよねっていうのがあったような記憶があって、でもすごい探したんだけど、はい、まあ、もうちょっと探してみますけど。もし万が一これ見てる方でね、うん、お持ちの方とか、これ誰々持ってますよっていうのがあれば、ね、はい、多分だから固定、はい、このスタパの固定だからそんな画質は良くないと思ってます。でも、そう、なんかね、もう、なんだろうな、こう青い、感じ、なんか火が熱すぎると赤じゃなくて白じゃなくて青くなるみたいな、うんうんうん、熱すぎて冷たいっていうか、うん、なんかそういう感じをすごい感じた。うーん、その時って
アランも出てませんでした。アラン出てた。アラン、ルキー、チェリー台風だ。ああ、なるほど。チェリー台風なんかそれ見に行った記憶がある。すげえ、見に行ってんすか、目黒さん。見に行ったと思う。その次のゲストは目黒くんなんだ。すごいな。自分の中で対比がちょっとあったと思う。はい、ああ、なるほど。で、その次も目黒くんとイーガルでやってもらった。そう、やったやった。それだって最初じゃん、目黒くん、イーガルって。一緒にやったの多分そうですね。あ、そうなんですね。出会いはもうちょっと前だけど。出会いは、うん、そうだね。他の、長め暮らしと、はい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 。私、イーガル、空中新士、まあ、それでも同じ。うん、だからなんかちょっと覚えてる、うん、その時の記憶。あ、そうなんですね。記憶の中にしかなくて、ただその時オーガナイズをやってたマチルダが、うん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 、マチルダという人がいてね、うん、遊興サーカスのメンバーで、はいはい、紫のビデオで今ゴールデン街でお店やってるんですけど、うんうんうん、ちょっとで、ね、あの時のビデオどうしたっけって。でも彼女はその後一回見たような気がするっていうか、あるのかもしれない、ちょっとね。あ、それはぜひ。あったらミニテープだよ、その頃。あ、ミニテープ、ギリギリミニテープか。そうですね、ギリギリそうかもしれないですね。そう、DVD じゃないんだ。あ、そうなんだ。ミニテープだよって言われて、ミニテープ。やばいな。見には行きましたが、ビデオは撮ってないですねって方もいるんですね、やっぱり。あ、そっか。まあ、それは見たいな。気もする。うん、あ、じゃあまあまあそのオフィシャルなやつがどこかにはあるってことですね。まあスタパに結構。さすがに残ってない。さすがに残ってないと思います。わ、うん、そうか。でもすごい覚えてる。やってた姿は、うん、なんかユッキーも丸くなったなって思いながら。あ、そうそう、だからちょっとこの話も聞きたいんですよ。目黒さんは一番そのユッキーがもうこうなってるところを見てきたというか、こうなってっていうか、まあそのフランス行く前後ぐらいは、はい、特によくね、なんか関わってたから、はい、じゃあちょっとその話聞きたいと思って。それが2004年の初めとか、そのあたりじゃないですか、きっと2003年終わりから。多分それぐらいだったから、はい、4年とかかな、はい、うん、だからなんかどんくらい、なんかね、5月から、その年の5月から3ヶ月ぐらいちょっとフランスに行ってたのかな、はい、で、あ、はい、目黒くんが、違うユキが、そうですね、入学する前に、はい、うんうん、そうですね。で、その時にまた日テレだったんですよ。日テレなんだ。一時帰ってきて、入学直前、はい、あ、そうなんですね。で、そのなんかそのパフォーマー、その海外からのゲストのパフォーマーとフランス語で、ああ、もうフランス語喋れるようになったんだなって思ったのはよく覚えてて、へえ、うん、で、なんか、まあ、半年に1回ぐらいね、こう国際電話かかってきてる、うん、そうそうそう、それ言っててすごいですよね。そのフランスにその後行ってからもってことですよね。そうそう、行って入学してて、はい、まあやっぱり、はい、エリート校ですから、そりゃそうですよ。それね、こう厳しい訓練がある、うん、うんうんうん、ところだから、はい、いやーしんどいわみたいな。あ、じゃあ結構愚痴を愚痴れる間からですよね。でもそれは、まあ、愚痴してたね。だから行く直前とかも、うん、なんかうちで泊まったりとかして、おお、やばい、はい、泊まって、なんか当時ね、はい、ユッキー、大道芸やってた時は最後のネタがコイン落としだったんですよ、はい、あ、そうなんですね。それ見たことないな。コイン落として500円玉をこう耳に乗っけて、うん、お客さんの耳に乗っけてループしながら落とす。あ、ヨーヨーで。そうです、そうです。へえ、もちろん当て耳に当てずにっていう、へえ、コイン落とすっていう、うん、そういうのがあって、うん、で、うちに泊まった時とか、なんか夜中に2人でコイン落としをし合って、懐かしいな、コイン落としが。お互いに乗せてってことですか。いや、まあ、交互にね。交互にね、よくなるほど。いやいやいや、面白い、ね。次はです。ある意味、イチャイチャして。イチャイチャしてますね。そうそう、こうやって乗っけて。若い男子が2人で泊まって。
夜な夜なお互いコイン落としをするっていう。何やってんだろうって耳すましたらチャリンチャリンって聞こえるんですよ。うわ仲いいですね。なるほど。それでなんか、うん、1年経って、はい、まあ休みになってさ、うんうん、まあ、ちょっとその進学進級するから、うんうんうん、何休みっていうのか分かんないけど、はい、年度が終わってっつうのかな、まあ、夏ですね。でちょっと夏休みとか、うん、そうそう、はい、夏ぐらい、うん、はい、に、まあ、1回帰ってきてて、うんうんうん、でまあまあとんがってましたね。やっぱ1年フランスに行って考え方とかもやっぱここでガーッと変わるってことですか。そうそうそう、ちょっと染まって帰ってきて、マジですか、気になるな。あ、でもそうですよね。そうか、僕なんかちょっと今思い出したのが、僕はその時ユッキーに会ってないんですけど、うん、ヨーヨーの練習会でユッキーがパフォーマンスするんですよ、うん、そこでヨートモとか、ヨートモで、そう、ヨートモってヨーヨーの練習会、割とそのヨーヨー友の会です。そうです、そうです、そうです、そうです。でそのパフォーマンスで結構ユッキーがとんがった感じの演技をして、うん、結構その、楽器というかあれですよね、バインバインっていう、抗菌かな、あれ、なんか抗菌っていうんですか、こう口の菌とか、抗菌、はい、抗菌、うん、ビヨンビヨンってやつ、ビヨンビヨンビヨンっていう、うん、その楽器を使ってパフォーマンスをやるっていうのをその練習会で披露するんですけど、もうヨーヨー人ってもうすごい、なんとかそのヨーヨー人ってヨーヨー人ってヨーヨー脳になってるので、そうそうそう、なんかその、え、何やってんのみたいな、いやそんなこといいから技やれよみたいなふうに抗菌をやってたの、やって、まあ、その後にやって、その後その後流れでパフォーマンス始めてっていう感じなんです。いや素敵だったんですよ。僕はそれ見て、うわなんかちょっとすげえなと思ったんですけど、でもやっぱその当時そこに実際生で見てた人たちとかからすると、やっぱそのもう、いや俺たちは練習したいんだよみたいな、うん、忘れたいんだよ。 でも主催者はそのなんだろう、いやせっかくユッキーがフランスから帰ってきて、その今のパフォーマンス見せてくれるからみんなで見ようよみたいなで見てて、いやよくわかんねえなみたいな、そもそも練習がしたいの。そうですそうです。見るとかじゃない。そうです。まあでもやっぱりそのヨーヨーはね、その競技が中心の世界だから、うん、そうなんですよ、うん、パフォーマンスとして見るっていうのはもうやってる人でも見たことがないような世界だから。そう。あとあとなんかユッキーにいろいろ話聞くと、やっぱりそのヨーヨー界の中でその寂しかったみたいな話はしてました。やっぱりヨーヨーの技術じゃなくって。別の部分をヨーヨーで表現するっていうところに理解を示してくれる人が圧倒的に少なかったんですよ。みんなもコンテスト、コンテスト、技術を極めるっていうやっぱその文化があるので、それはヨーヨー以外のジャグリングよりもヨーヨーにそれが強いと、あ、だと思います。どっちかというと、まあ、ジャグリングでもありますけどね、そのまあそうだね、いやまあそれはよく聞く話ではあるけど、うん、でもヨーヨーのがよりその当時まだジャグリングはアーティストもいるじゃないですか、少なくともいたじゃないですか、その、世界中にやっぱりジャグリングを使ったアーティストってたくさんいて、で当時ヨーヨーはやっぱいなかったんですよ、そういうのが、うん、だからそのもうそういうのが好きな人がいなかったというか、ジャグリングの世界の中でもそういうのも好き、アマチュアもそのコンテスタントも好き、コンテスタントだけが好きとかいろいろあるんですけど、その理解を示してくれる人たちがいなかったというか、それは後々やっぱり寂しかったし、あの居場所がなかったみたいな話はしてましたね。そう、その抗菌パフォーマンスを見たヨーヨー人の方、ね、抗菌の YouTube で見ました。あれ結構長い時間のパフォーマンスだったから、ヨーヨープレイヤー置いてけぼり感ありましたね。そうそう、あちょっと待って、ちょっとリンクあるんですから、あるけどヨーヨー人ちょっとまあ、もしよかったらでも見てください、これ、はい、これ後からでも見れるのね、後からでも見れると思います、うん、結構たどらなきゃいけないかもしれないけど、うん、はい、はい、新しい人生、ヨーヨー人について一番尖ってた時はね、あ、なるほど、1年ぐらい経った後かな。でもその頃どんな話してたんですか、実際その時はね、はい、お互いちょっとバチバチしてた。ちょっとそれを聞きたいんですよ。コインを落とし合った仲、はい、つい1年前までコインを落とし合った仲なのに、コインを落とし合った僕らバチバチしてね、え、聞きたい。でもなんかその俺がパフォーマンスしてるのをね、うん、見てたのかな、見た、なるほど、うんうん、特
見て、なんかどこでやったかな、日テレだったか忘れたけど、うん、また日テレ気がちだろでも同じ年じゃないですか、その頃。そうなのかな、そうなのかもね、もしかしたらどうかな、うん、かもしれない。ちょっとまあその辺の中で、あれ止まった、また止まった、また止まったかな、目黒戻ってきて、目黒、あれですね、このメンバーの中ではあの最弱の Wi-Fi ですね。ちょっとじゃあ目黒さん止まってる間にあの、はい、さっきワバルさんにもらった画像を出そうこれです、台風の目、そう、台風の目、これ2005年の8月なんですけど、この時シルブプレがこの頃、はい、提供シルブプレ、そうですよね。でも髪長いですよね、さっき言ってたこれがバーバラさんで出会った頃じゃないですか。そうで、これなんですけど、そうちょっと実際やってるの見て、はい、なんか、はい、あのシルブプレの堀井さんこれ送ってくれたちょっと待って、今あれ消えた、消えた、 あれ目黒くんいなくなった、目黒さん消えた、消えたね、あれ目黒さん、目黒さん帰ってきて、目黒さん、ちょっと、あ、来た、来た、あ、来た、帰ってきた、ちょっと、すみません、ちょっと、情弱でした、情弱ね、弱小ですね、情弱ではない、ちょっと、先祖目黒さんの髪ペクシ、大事な話を、大事ですよ。ちょっと目黒さん今いない間にあのその時のパンフレットが1個あって、台風の目っていうのゆきが出演してた、それを今出してました。今ね遅れてツイキャスで見てるから。あ、本当ですか了解です。ちょっとあまりにも写真と本人が違うって話になったっていう話をの堀シルブプレののぞみちゃん、あーなるほど、そうかもしれないですよね。もうあの多分この台風の目に出た時は金井さんが、はいはい、連れてきた感じだったんだけど、はい、あれまたまた止まったんじゃないみんなにお帰りなさいって言われてるけど、また止まってる、また行ってらっしゃいなんじゃないですかこれ。ちょっとまたなんか薄笑いのまままたいいところで止まるな目黒さん。そう、目黒さんあれなんじゃないですか、そのお家の Wi-Fi で、あ、帰ってる帰ってる、あれ動いてたのかな、いやそんなことないんじゃないですか、止まってましたよ。ないか、動いた動いた、いや止まってるね、あ、動いてる、あ、今帰ってきたかな、帰ってきたかな、うん、ちょっと目黒さんもあのあれですよ、帰ってきたよね、ツイキャス切ってくださいよ、そのツイキャスの方に Wi-Fi 取られてるんじゃないですか切りました今、はい、ちょっとすいません、どうしてもダメだったらこの、 あの Wi-Fi を切って 4G で、あ、4G でお願いします、すいません、でもすごくギガがいっぱいかかっちゃうかも、大丈夫ですか、大丈夫です、20ギガまで大丈夫です。ああ、なるほど。あれば1ギガぐらいは使うかもしれないけど、いけるかもしれない。すみません、皆さん、ちょっといろいろ話止まっちゃった。なんかコメント欄がね、こういう時に限ってね、あの盛り上がるんですよ。ここぞとばかりに、ね、書いて、そうそう、みんなやっぱ話聞いて集中してるけど、こういう時ここぞとばかりにいろいろ書いてください。ちゃんとタイミング測ってるんで。なるほど。目黒さんの Wi-Fi 頑張ってって言われてる。なるほど、はい。ありがとうございます。まあでもその頃ですよね。だちょうど、その尖ってたって、目黒さん曰く尖ってたってその時期が、うんうん、バーバラさんがその客上げをしてた時期と被るんですよね。そっか、すごい優しかったけどね。でもやっぱそのライバルというか、そのバチバチしたら目黒さんにやっぱちょっと強気だったんじゃないですか。パフォーマーの先輩として見てるバーバラさんと比べてみたいな、まあそういうのは多少あったかもしれない、ジャンルも全然違うし、うん、でも、その話聞いたらどんな感じだったんですか、そのあの目黒さんが実際にショーを見られた後、どんなことを言ってたんですか、ユキは、うん、なんかいやどんなこと言ってたかっていうか、なんかちょっとねこう雰囲気がこうなんか、ああなるほど、ふんふんみたいな感じだったんだけど、はい、まあでもその後にユッキーが自分で、はい、そのユッキーの誕生日は9月だったような気がする。9月です、はい、はい、うん、9月3日だっけ、1日、1日か、はい、1日か、ごめん、うん、ちょっと間違えましたけど、うんうん、そのあたりの時期に、はい、あの自分で企画したなんかこのパフォーマンス会みたいなのがあ、へー、すぐ後ぐらいにあって、うんうん、まあなんかどっかの体育館で、日本ですよね、でもそれ、そうそう、日本、日本、はい、で4人ぐらい若いジャグラーが、うん、はいはいはい、当時若いジャグラーが出て、はい、で俺も出たんだけど、
それの時にやったやつは、ユキはあのお気に召したようで、なんかちょっと和解したような感じ。よかったよっつって。パフォーマンスで会話してる。うわー、なんかいいですね。いうような。それで、それ以来、なんかちょっとずつ、なんかそういう、はい、あのちょっととんがった感じっていうのは、うん、少なくとも 俺は感じなくなった。へえ、うん、なるほど。そうそうそう。でもなんかそうなんですよね、その、まあ、ユッキーからもその周りからもちょっとお聞きしてたのは、やっぱユッキーはすごく目黒さんのことを意識されてたみたいで、うん、なんか私はなんかの時に話してて、うん、目黒くんとユッキーと話してて、うん、目黒くんとユッキーが一緒にやるなんて見てみたいなみたいなことを私が言ったのか、なんかそんな話になったのか忘れたけど、はい、うん、その時ユッキーは、うん、あ、いつか一緒にやってみたいと言ったのかな、いつか一緒にやってみたい、でも今じゃないって言ってた。なるほど、なるほど。それは俺がまだまだなのかな。いや、どうですかね。なんかそんな匂いはするよね。そんな匂いはする、うん、するよね。でもなんか、うん、あのその何、ユキにとすごく親しくフランスとかで話してた人に聞いたんだけど、うん、あの目黒くんのことはすごい尊敬してて、あいつは天才だって、うん、よくネットで動画を見せてくれたと。ツンデレな。ツンデレですね。それはすごく。ちょっと待って、目黒さん、なんかね、この視界のこの端にね、その携帯が見えるっていう。どういう状況？はい、消えた。はい。それ、なるほど、なるほど、大丈夫です。いやいやいや。だから、やっぱずっと意識してたんじゃないの？って感じしますよね。まあでもなんかその眺め暮らし室で初めてあの1時間ぐらいの公演をやった時とか、はい、それはね、何年前か2009年とかかな、なるほど、はい、に、まあ、その当時、うん、あの一時帰国して、うん、タイミング的にはまあ見に来てくれてて、お、なるほど、もうその時はもうとっても楽しそうに見てました。それに完全に丸くなったというか。その時のユッキー。それって。あ、でもやっぱり、うん？それはね、2009年の門前仲町ですね。へえ。そう、だから初めてのあれですね、あの単独公演。へえ。そっか、そこで単独、あー、やってたね、目黒くん。そう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 。なんか、そうだよ、やってたね。初演が3月で、6月に再演したんですけど。あー、なるほど。再演の時に見に来てくれたのかな、ユッキーは。あ、まあ、6月でちょうど時期でみたいな。うん、うんうん、そうそうそう。それの時は、もう、大層楽しそうに見てました。へー、うん。それ、眺め暮らし室ってユッキーは、それ以降は見てない？見てないと思う。そっか、うん、残念だね。まあタイミングもありますしね、うん、あ、そうなんですね。いや、でもやっぱなんかその、まあ、もちろん、うん、なんていうのかな、その学校に行ってやっぱりさ、一人でフランス行って、うんうんうん、いきなりさ、うん、まあ尖らずにはやってられないぐらい、まあ、そうだね、いや、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。で、またなんかあの、僕はその時のユッキーは それこそ先ほど紹介したあのパリで飯を食うってその本でしか知らなかったんですけど、うんうん、もうやっぱ ものすごい過酷な状況というか、うん、あ、いろいろ辛いこともその時経験されてたみたいなのも書いてあったんで、それはでもそうだよなと思って、うんうんうん、そうそう。でも一回会いに行ったよ、俺、フランスに。あ、マジですか？っていうか一回行ってたよね、なんかフランスサントス学校とかも見に行ってなかった？そうそう、見に行ってて、ね、あ、そうなんすね。シャロンに行ったの。それ何年ぐらいですか？覚えてますか？2005年の2月とか。あ、2005年、うん、あ、なるほど。日テレの頃だよ。なるほど。だいたいね、そのユッキー関連は僕はそのあたりに集中してる。いやいやいや、聞きたい。あ、そこで合ってるんですね。合ってる、合ってる。うん。
行くよっつって。はい。そう。で、まだユキは在学中っあ、て在学中でした。そうですよね。そうそう。3年あったのかな、その時。それがうん。似てることは2000。3年か。5、いや、3え？年間あって、学校が。3年目ってそうこでとすでよすね。か？2005年じゃなく2ないで年す目か？かな、2年目かな、あ、2006かな。6とかじゃないですか？多分。いや、5だった気がするえ、な。本当ですか？ まあでもなんかまあじゃあすごい2000。そのあたり。まあまあ、そのあたりです。まあ、つまり在学中ですけど。へえ、なるほど。うん。なるほど。で、そう。フランスで会っていろいろ喋ってみたいな感じですか？そうそうそう、いろいろ喋って、そのクラックっていう学校は、金井圭介さんもあ、そうです出たね。とこで、ドキュメンタリーがね、当時あったんですよ。NHK の。なんか聞いああ、たなこると。ほど。そう、卒業公演の、あ、金井さそうんがなんす卒業すか。るっていう公演の時の、おったドキュメンタリーがあって、で、その時、金井さんが、こう、なんかこの、その、学校の生徒と一緒にね、なんかこう、ケバブを食べながら、いろいろこういう、こうなんか、いやー、こう、なんか、大変だね、みたいな話をしてるシーンがあって、で、ユッキーに、ここがカナエさんが言ってたケバブ屋だよ、つって、ああ、なるほど。ケバブ屋行ったりとか。じなゃあ、んだろう。目黒くんはそこ、どこに泊まってたの？シャロンあ、に。その時ホテル泊まってました。ああ、そうなんだ。でもユッキーん家にも遊びに行きましたよ、その時住んでたとへえ。ころとか。うん。あ、そそううそう。なんすね。そうで、こっそりなんか授業とか見ああ、なる学ほさせど。てもらいながら、言葉はわからないけど。わかんないけど、時々通訳してくれたりとかして。へえ。うわー、なるほど。その時今すごい活躍してる人とかね、その時ユッキーがいた時は、すごいいいジャグラーが多かった。あ、そそのの学校に。学校のうん。中に。あ、そうなんすね。そうそうそう、その同級生というか。うん。そうそう。だから、なんかジャグラー用の、なんかこの、練習部屋みたいなのが、なんか学校とは別のところにあって、そこで授業してたから、こっそり、授業見せてもらってそた。れはいい経験というか、うん、ですし、なんか思い出にも残りますよね。ユッキーとっていうのもまた含めて。でもそこで、その時行ってなんかね、ちょっと、頑張ろうってなった。おお、そうなんすね。うん。あ、でもそりゃそうですよね。うん。っていはあ。うのがね、ありました。それが、在学中の時のユッなキーとるのほ思ど。い出かな。なるほど。ユッキーとはでもその後、それこそその後、まあ半年に1回ぐらいはなんとなく国際電話をやったりとか、っていう関係が続いていくんですよメールね。したりとかね、メールしああ、たりまあまあ、とそうですよね。なるほど。結構メールとかしてたの。でもそんなに頻繁にはしてないです。なんかあったらぐらいな感ああ、じ。なるほど。へうん。でも帰国、まあ毎年帰国はしてたよね、確か。うんうん。のげぐらいの時期とかは。その時は会ったりしてたんだ。まあ、会わない時もありましたけど、大体1回は会ってたような気がします。なるほなんか一緒ど。に出たりとかね、してたし。あ、そうなんですか。あ、高円高寺と円か寺出とてか。たし。へえ。うん、確か、高円寺？高円寺出てますよ。高円寺出てた？出てた、出てた。何年ユッだったキかな。僕は？もね、一回ね、ユッ知っキて出てるんた。ですよ。見てないんですけど、高円寺一回ユッキー出てるんですよ。そうだったっけ？あれ？うん。じゃあ、高円寺の時うちに泊まってたのかな。そうだよね。日立の時うち泊まるとおかしいもん。あ、高円寺かも。そうだああ、なね。る高ほ円ど。寺出てた。うん。まあ、そこだったうん。し、まあ、中央線の国立ってとこに住んでたんで、まあ、近いそうですね。なんか、もんじゃ焼きかなんか食べたような記憶がありますよ。もんじゃ焼き。高円寺で、高円寺ユッで。キーと？あんまり覚えてないけど。そうだ、高円寺の時だ、うちと思ったの。そうだ、そうだ。あ、2011。今、高円寺2011です。僕もそうだったかなと思って。そっかそっ僕か、は、自転私が車。最初で最後にわか彼っを見た。たので。なるほど。じゃあ、そうだそうだ、2011の5月4日が夜べナイトだったんだけど、じゃあその前が高そうです円ね、4寺月か。の末とかですもんね、いつも。で、その後に日立行ったの。ああ、なるほど。多分、2011年。実は僕だんもだんつこながっこてきた。で久しぶりにユッキーに会ったんですよ、このあと。その多分ね、1週間とか2週間ぐらいの間に。この2011年そうに？なんです、5月に。5月で、に？そうなんです。
ヨーヨーのお店に一緒に行ったんですよ、スピンギアっていう。ええー、今のリバインド着てなかったんですけど、中野にあるんですけ中野ど、だよね。中野にあったんです昔けど、バイトしてたとこそう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 、目黒さん、昔のバイトそうだ、先。今、誰かバイトしてたよそうそう、で、いっぱいいるんですけど、それバイトしてた人。そ目黒さんもそこでバイトしてたっていう、ヨーヨーのお店に行って、でもね、何したかとか覚えてないんですけど、僕、それ全く覚えてなかったですけど、写真が出てきて、僕とう。ピンがスピンギアで写真撮ってる。で、と思って。そう。あ、でもなんかあった気がすると思って、でもね、いろいろ記録、あれ、あ、バーバラさんが止まった、あ、帰ってきた、いや、私、あれ、あ、なんかインターネットが不安あ、本当定ですか、一瞬止まってた、でも多分大丈夫です。今僕の、よりあ、はそう大丈か、夫です。そうですね。 ちょっとすみません、皆さん。その時なんかね、そう、でもその時に僕ね、よく連絡したんですよ。僕、フランスにその、6月から行って、3ヶ月間、それこそロボットのぞみと、そのフランスをいろいろ巡るみたいな。っていうか、その時あったよね、そうあでなす、です。た。僕そこでバーバラさんに会ってるんですよ。だから、その3ヶ月ヨーロッパに行くって時にユッキーに連絡して、あ、俺今日本に帰るんだよって言って、で、ここで会おうよって言って、そこですっごい久しぶりに再会して、で、僕はサーカス学校に行って、出て、一応その、東京で活動もやってて、でヨーロッパに行きたいんだっていうことでユッキーに連絡して、でこのフェスティバルを巡るってパリに最初1ヶ月ぐらいいるから、その間ちょっと会えないかなって言ったら、あ、じゃあここで会おうとか、その前に日本で会おうみたいな感じで、その話になって、で、そうなん、そこでフランスでユッキーに会うんです、その後。でもなんか、はい、それ何月ぐらい？それ2011年6月から8月まで僕は行ってるんですけど、そうで、だね、僕はそれ8で月結構に、詰まってる。8月に、あ、違う、6月は9月まで行ってるんですよ。で、8月にバーバラさんとオーリャックで会うんですよ、僕。そうだよね、あったあった。そうそうそう。で、なんオーリャか、クであったあった。そう、その6月ぐらいにパリに行って、僕、路上で大道芸してて、で、あ、その前にね、僕がユッキーのパフォーマンス、そこで久しぶりに生で見るんですよ、ユッキーがショーするの。パそのリ時で。ね、パリで、あ、今ね、あ、そうそう、田農家さん、田農家あ、三田中郎ささん。んっああ、ていタノうカさん。アコーディオンの、方と、もう一人、ちょっとこれお名前思い出せないんですけど、女性のバイオリニストの方とユッキーが3人でセッションみたいな、生演奏でユッキーがヨーヨーするみたいなのをパリでやって、それを見に行けるってことで見に行って、めちゃくちゃなんか、うわーと思って、そこで。なんかとんでもないことになってるみたいな、ビデオとかで見てるのと全然違うと思って、すっごいショック受けたんですよ。で、しかもその後ユッキーが、僕が路上で、その路上で結構ポンピドゥ広場とか、あとなんかそのちょっとしたパリのいくつかのポイントで僕大道芸してたんですよ。そう、あ、バイオリンはレイナさん、あ、レイナさん、そそううかそうそうも、そういう流そうれかか、ていうも、か、はじめさん見てたあ、の。すいません、どうもです。すいません、本当に。ありがとうございます。そうです。レイナさんかも、そうかも。めちゃめちゃ素敵だったの、そのライブなんが。か、お名前は。一緒にやるっていうその話も聞いた記憶がある。私はその時はパリにいなかったから、でも多分直人君と入れ違いくらいで会ったりしてたあ、とそうなんです思ね。う。あ、でもそういうことですよね。でもそこで、ユッキーが僕のショーを路上でやってたやつを見に来るんですよ。で、僕パリで。ね、パリで。どで、こそで。の僕ね、その時は橋でやったんですよ。ああ、あもうるね、路上でいろい橋。ろ噴水の橋前やとりがかち。何個かポイントがあるんですけど、まあ、今はなんかできないらしいんですけど、当時一応警察に怒られながらもできたみたいな場所があって、で、そこで大道芸して、で、それをユッキーが見て、でもその時のショーが僕ね、すごいパリに来てトップレベルにひどいショーをしちゃって、なんか緊張もあったし、まあね。なんかお客さんもうまく集まれないし、まあ、なんかいい感じ、うわ、なんかすげえ嫌なショーしちゃったとか、嫌とか、なんかあんまりしっくりこなかったなと思ってたら、ユッキーが泣いてるんですよ。ええー、と思って、ユッキー泣いてると思って、なんでと思って、どうしたのユッキーって言ったら、いや、よかったって言ってくれて、ええー、と思って。ってのがすごい、投げ銭をその時ユッキーが結構まとまった額バッて入れてくれて、「いや、よかった、ありがとう、今日見れてよかった」って、「いやー、今日はいい日だ、見れていいものを見た」みたいなことすごい言ってて、
でも僕、いや、なんかあんまり、ああ、いい賞できなかったのになみたいな、すっごい引っかかってて、で、その夜僕ね、寝れなくて、なんか、すごいショックで、そう。で、なんかその数日後にユッキーのお家にお呼ばれして、ちょっとパーティーみたいな、何人か他の方もいらっしゃって、そこで、まあ、ユキがその誘ってくださってお家に行ったんですよ。で、これその時の写真なんですけど、目の前でこのワイン飲むよっていう。そうで、その時になんか、ごめんなさい、写真で本当これだけなんですけど、なんかその時にユキがにそれ言ったんですよ、その話を。なんか、いや、ユキすごいいいって言ってくれてたけど、僕は全然いい賞できなかったし、正直結構悔しかったみたいな。なんかあんまり自分の中でいい賞できなかった、ユッキー憧れのユッキーの前であんまりいい賞できなかったし、なんかその、なんだろうな、それをユッキーにいい賞なわけないと思ってて、なんかそれがすごいちょっと僕はショックだったみたいな話をしたんですよ、ちょっと酔ってたし。したらユッキーが「いや、もう直人全然分かってない」みたいな、全然分かってない、いや確かに、わかるよ、言いたいことはわかる、全然そのなんかしっくりはまってないなっていうのも分かったけど、僕はもう嬉しくてしょうがなかった。なんかやっとそのヨーヨーを使ってこう表現をしようとしてるというか、で、ちゃんとそのパフォーマンスの中に表現が見える、アートがちゃんと見える人が出てきたってことが嬉しくてしょうがなかったんだって言ってくれたんですよ。で、うわーと思って、なんかすっごいそれに感動して。で、なんか、そう、その時に、うわ、なんか、ありがとう、でも俺、まだ全然、初年もやっぱ悔しいから、俺まだ頑張るみたいな話を、その時にユッキーすごいして、したら、まず、一個だけ僕からアドバイスをするとすると、もう今から、ヨーヨーパフォーマーって名乗るのをやめた方がいいって言われたんですよ。で、他のパフォーマーを、ユキヨーヨーが、自分のことをまずヨーヨーアーティストとして名乗って、で、他の方のことをまずアーティストと呼ぼうみたいな。他の方のことをパフォーマーって呼ぶんじゃなくて、アーティストと呼ぼうって。で、それは何でかっていうと、その、まあ、ユキのその理論で、パフォーマンスは、その、なんだろう、アートっていうすごく大きな枠組みの中にパフォーマンスがあるみたいな。だ、パフォーマンスをしてる人はそれ時点でアーティストだと僕は思ってるみたいなことをユキがその時言って、で、フランスでは基本的に結構そういう考え方で、その歌を歌う、日本だと歌を歌う人がアーティストみたいな考え方だけど、それだけじゃなくて、その踊ってる人もアーティストだし、サーカスでステージに立ってる人もアーティストだしみたいな。で、君はヨーヨーを使ってパフォーマンスをしてる、これはアーティストだし、で、僕が見る限り君が今やろうとしてる、やりたいと思ってることはヨーヨーを使ってアートを、自分の中にアートを表現しようとしてることだから、ヨーヨーアーティストとしてきちんと名乗った方がいいって言われたんですよ。で、うわ、なるほどと思って、でも僕の中でヨーヨーアーティストってもうユッキーがヨーヨーアーティストだから使っちゃいけない名前だと思ってたんですよ。いや、全然そんなんじゃない、もうヨーヨーアーティストはそんな僕のものとかでもないし、もうただの肩書きだし、そんなことは気にしなくていいみたいな。君ってヨーヨーナオトとかだった？あ、僕ね、ヨーヨーパフォーマーナオトって言ってたんですよ、ずっあ、と。ヨーヨーで、パフォーマーでナオ今トはか。ヨーヨーアーティストナオトって、変えてるんですけど、で、っていうふうに言われたんですよね。で、なんか、あ、なるほどなと思って、それでも正直ちょっと気恥ずかしくって、日本だとやっぱりヨーヨーアーまあ、ティス確かトってに。いうとてか、なんアーティか、ストのイメージ、アーティストという言葉のイメージがなんかお高く止まりやがってるそう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  なんかそうそうそう、あるから。それで、なんか、まあでもちょっと使い分けたりしてました。アーティストですっていう時とパフォーマーですっていう時とみたいな。でもそれから結構意識して他の方のことを、できるだけ、そうか、特に海外ではアーティストってお呼びするようにやっぱなりましたね。そう、まあでもそれ結構きっかけでモチベーションがものすごく上がって、なんかそっからの3ヶ月、まあ、2ヶ月半から残りの旅で演目を全部変えたんですよ、自分の。そうで、旅の中でゆっくりゆっくりやっぱりちょっとブラッシュアップさせていって、でもそのきっかけはやっぱりそのユッキーのその言葉だったので、そうなんです私よ多ね。分そのやっぱ2011年直人君があった玄関、多分あれ、階段上がってくんだよね、めっちゃ高いところです。そうめっそうちゃそう。上がってくんだよね。そうそうそう。一番上だったのかな、私。6階とか、ちょっ結構螺旋階段の長いとなんかころ。フランスのほらアパルトマン、そ細くて高くて、まあ、エレベーター
基本ないから、そうです、すそうごでいす。上がって、はい。すごい上がって、私も行った、遊びに行っうん、て、そうそですのよね、時きっと。に、さっきのパリで飯を食うを、はい。発見した、なんかあっああ、て、そうなんですで、ね。それ書いてある、ユキのこと書いてあるっていうのを聞いたから、うん。それを、へえっつって、こうやって、で、私と、マチルダと一緒はにい、いたんはい。で、ユキとユキの奥さんいうて、で、んうんうん。私、その本、こう、パリで飯を食うをこうやってやったら、すっごい読みふけちゃって、なんか、遊びに来たのにずーっと本の話してた。そう、本当に素敵な本だし、いろいろユッキーの人生のこと書いてあるし、その他のことも面白い、他の方の話も面白いんです。もう結構僕も何回も読んでますけど、ずーっと私も今回もう一回読み返したんだけど、ずーっと読んじゃって、それで じゃあみたいな、なんか面白かったみたいな。ああ、なるほど。いや、でも分かりそまれすでね。そのあと8月には、そこから私またこうフランスの、オリアクがアビニョン、オリアク行って、オリアクが最後なんかで、パリの郊外ではい。レジデンス施設みたいのがあっあ、はて、いはい、ありますね。アーティストが泊まる。で、そこに、前後はそこにいたのかな。で、そこに泊まるには、なんかクリエーションしなきゃいけない。まあ、泊そうでますっね。ていいんだけど。で、クリエーションというか、片割れを、ちょっとそこでもう一回作ってっていうか、ちょっと変えてやって。で、それで、そのレジデンス周りの人と、あと、ユキたちを呼んで、で、ユキのお友達とかも、カメラマンの人とかも来てくれたりした。多分実際に会ったのはそれが最後かな。翌年もユキのうちには泊まってるんだけど、おお、なるほど。ユキはドイツのツアー出てあ、たから、ユキのうちに泊まって、電話とかで話したかな。なんかそうですね、僕はその3ヶ月行った時、2011年にそのユキに会って、でその旅を回ってパリに1回帰ってきて、2週間ぐらいしてまた戻ったんです。それ9月だったと思うんですけど、その頃にまたユッキーと1回会って、なぜか言うと、ね、一緒にね、パリの秘宝館に行ったんですよ。あるんだ、秘宝あ館。るんですよ、ちょっとセクシャルなミュージアムというか、一緒に行って。あったね、そうあるそうような気がすそる。う、そうそうそう、それがでもね、最後ですね、僕はユッキーに会った。そっか、実際にあったんだね、それは。目黒さんはもうちょっと前ですか、最後に会ったで言うと。最後に会ったのは、でも多分高円寺じゃないかああ、じゃあそれがな。2011高年円の。寺。なるほどなるほど、そうですよね、きっと。多分そのぐ多らいだっ分たと思う。そうだね。その後からやっぱ、ドイツの仕事がいっぱい決まって、そうなんですよ。バーって長期でいないみたいな状態になっていったから、だから、あんまり、年一で帰っては来てたんだろうけど、中1年に帰っでもてね、き多て、分そっか、もでしかも、したらそこから次に帰国する予定が2012年の7月とか6月、ちょっとそそうのだね、最後のそうショーだが終ね、わってからそうだ帰ってね。くる予定だったのがっていうことだったんです、確か。そうだね。そうなんですよね。そうで、じゃあここからちょっと話の流れで、そのユキがまあこの後その亡くなってしまうんですけど、その状況というか、どういう環境で皆さんがちょっとそれを聞いて、知ったかと知ったのかっていう話をちょっとしていこうかなと思って。そう、これでもどうしようかな。ちょっこう、と私さ、はい、トイレ行ってきあ、いいていです、いいです、どうぞどうぞ、いいですよ、い。いいですよ、ちょっとミュートにしとこうかな、じゃあ。はい、大丈夫ですよ。どうしよう、でバーバラさんいない間にその話してるのもな。そうで、じゃあ、ナオトさん、ヨーヨーについて語ってください。あ、ちょっとじゃあ、ヨーヨーについて語ろう。ユッキーがヨーヨー界に何をもたらしたみたいな。ユッキーね、当時、そのヨーヨーの世界大会、全国大会、世界大会とかバリバリ出てた時ね、技の中でもルーピングをすごい特化してたんですよ。2個のヨーヨーのこのシャー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 ってスピーディーなシャーっていうのをすごい特化してて、その中でいろんな技を作ってて、で最近ビデオ見てびっくりしたんですけど、今でもこれ誰でもできないだろうみたいな技を結構やってるんですよ。ほう。
くるくるしながら上げて下ろすとかもめちゃくちゃ難しいし、もうね、2002年のね、2002年の世界大会の最後の技がね、ちょっとパンケーキみたいに後ろに沿って、こうバーチカルループ、ちょっとごめんなさい、マニアックな話します。バーチカルループってこうバーって上やりながら、後ろでこうやってやるんですよ。反りながら。で、ここでくるくるするんですよ。で、上がって帰ってくるみたいな技やって。もう誰もわかんない。もうね、うおーと思って、当時、雪ファンの僕は、うわーって跳ねて、ビデオ見て。すげえ感動した。あ、ブリキとしてはブラインドでしょ。そうそうそう。目あ、隠ブしラて。インドで3分やってた時あったそうそうそう。Y3A っていうヨメガのヨーヨーの国際大会で、目隠して、そう、演技したりして、あれももう画期的だったし。あ、ごめんなさい、バーバラさん、僕ね、ミュート解除しました。はい、ごめんなさい。ちょっと音が出ないようにしてたんです、バーバラさん側から。はい。ちょっとユキのヨーヨーの話をしてました。じゃあ、そんな感じで、ちょっとその、まあ、亡くなった時の状況の話をちょっと、それぞれしていこうかなって思うんですけど、あ、じゃあどうしよう、僕からしようかな。それこそ、僕が、その話を聞いたのは6月29日なんですよ。だから2日後なんですけど、その奥さんからメールで、なんだろう、今電話できますか、ちょっとお話があってみたいな。でもなんかよくわかんないけど、で、実はちょこちょこ連絡は取り合ってたんですよ、そのユッキーとも奥さんとも。だから別にそんな変な話じゃないはずなんですけど、なんかそこですっごい嫌な気がして、と思って。で、僕その日約束があって外に出たとこだったんですよ、電子駅に向かってる途中みたいな。で、パッてメール来て、で、パッて電話して「え、もしもし、どうしたんですか？」って言ったら、その、何月何日から何月何日まで日本にいる？って聞かれて。あ、いや、その時ヨーロッパにいます、フランスにいますね。で、ああ、そっか、実はこの期間で、その日本で、まあ、あるお仕事があったんだけど、ユッキーが亡くなっちゃって、誰か代わりを探してるの？っていう電話だったんですよ。で、それで歩きながらそれを話してて、あ、もしもし、で、どうでこうでこうでこうで、ユッキーね、亡くなっちゃったのって言われた時に、ピタッと止まって、えっ？と思って。ってなって、なんか何も喋れなくなっちゃって、ああ、いや、でもちょっと僕はできないですね、それは、って。ああ、そっか、そうだよね、ごめんごめん、でも、そういうことなんだけど、ごめん、大丈夫、ありがとうって言って、いやいや、大丈夫ですか、いや、大丈夫、ありがとうねって言って、ピッて切って、そこでなんか動けなくなっちゃって、いや、でもそうだよね。あ、やばいと思って。だけど僕これね、次の日ヨーヨーの全国大会だったんですよ。で、その日僕すっごい自分が尊敬してる、そのとある本を書いてる方と会う約束をしてたんですよ、著者の方と。で、なんか、いや、これをキャンセルするわけにはいかないし、その後ヨーヨーの大会の練習があるみたいな。あ、今考えるのやめようってなんか思って。とりあえず用事を済ませようと思って、で、実際その人に会って、で、すごい楽しくて、その会が、著者の方と会っていろいろ喋って、で、なんか大会の練習して、で、あ、ユッキー亡くなったのかって降ってきた時、いや、今そんなことを考えてはいけないみたいな、僕は全国大会に出る、で、できれば優勝したいみたいなのがやっぱあって。で、結局その日終わって、次の日全国大会行ったら、まあ何人かは知ってて、すでに。で、2日間あるんですよ。で、僕の決勝が2日目だったんですけど、で、初日は結構ジャッジしたり、そう、どっちかといえばジャッジしなきゃいけないので、なんか自分がジャッ自ジの分立場を。なんで、他の方の演技の審査員を僕してたんですよ。で、やっぱその時にその精神状態を保たなきゃいけないみたいな思いがすごい強くて、運営としてやっぱしっかり、あんま今このことを考えてはまともに仕事ができなくなると思って。だ、なんかそういうニュースとかも自分で調べないようにして。でも、そう、その時にそのユッキーの写真が飾ってあったんですよ、全国大会の会場に。で、後に知るんですけど、そこにユッキーもともと来る予定だったんですよね、全国大会に。だけど、そのもともとそのドイツのパフォーマンスいろいろ回ってる流れで、ショーがすごい好評で2週間伸びちゃって。1週間か2週間伸びちゃって、で、その伸びてる期間に結局この大会が重なって、結局来れないみたいな話になって、ああ、そっかそっかそうそっか。っていう流れがあったんですよ。で、
なんか、まあ、大会でもちょっと集中しなきゃいけないなと思って、でジャッジ終わって次の日自分の決勝のほんとちょっと前に、あ、僕は今日ユッキーのためにやろうと思ったんです、急に。もう負けてもいいや、なんかすごい勝ちたかったけど、あ、負けてもいいや、でミスしてもいいから、なんかユッキーのためにやろうってすっごい思ったんですよ。これちょっと恥ずかしくて今初めて言ったんですけど、なんかちょうどちょっと自分の中のコンセプトみたいなのがあったのに、いや今日は僕はちょっとレクイエムじゃないけど、なんかユッキーに捧げる気持ちでやろう、もう全然どんな結果になってもいいと思ってやったら、逆にすっごいリラックスできて、で演技中もなんか全然その技次どうこうとかこれどうするとかって全然考え、なんかいつもと感覚が全く違って、でなんかユッキーのことをバーッと考えながらボーッとしながらやって、で結局ミスちょっと少なめ、まあちょっとミスはあったけど、でもほとんど影響されしないぐらいで、まあ、でも結果優勝したんですよ、その全国大会で。で、おやったーってなって、でみんなありがとうありがとうってなって、でそこで、最終日全部終わって、表彰式の前だったか後だったかちょっと忘れちゃったんですけど、そのユッキーとその、まあ、すごく仲のいい、運営の一人がそこでみんなの前で発表したんですよね。その実は今回写真飾っててみんな不思議だなと思った方もいると思うんですけど、実はユッキーこういうことがあってみたいな、亡くなったんです、ちょっと1分間みんなで黙祷しましょうみたいな感じで黙祷して、で大会がそこでみんながやっぱり、ああそうなんだって、やっぱそこでユッキーのことを知った人もいますし、昔からのプレイヤーは、うわユッキーそうなんだ、亡くなっちゃったんだみたいな、何してんのかなと思ったら、そもそも、あ、今フランスで活動してたんだってそこで知る方もいたし、結構うわそうなんだ、もう会えないんだみたいな、結構そこでちょっと寂しいというか、僕もやっぱそこでゆっくり、あ本当にユッキー死んじゃったんだというかみたいな実感がそこで湧いて、でその後家に帰ってでっかいトロフィーなんか担いで家に帰って、友達が泊まりに来てたんですよ、その遠方から東京の大会に来て、僕東京で一人暮らししてたんで、でそこで泊まりに来てて、じゃあお疲れ、おやすみって言って、自分の部屋、ああ、ビグルさんいなくなってまた帰ってきた。いなくなって帰ってきたよ。すいません、話の更い新。やいやいや。でもそこで、なんか、一人になって、お疲れってなって、全部が終わった時に、なんか急に、それが実感として湧いてきて、あ、ユッキー本当になくなったんだって思ったら、なんか涙が止まんなくなってきて、そこで初めて泣いたんですよね。で、うわマジかって思って、なんかそこからなんか今までのがいろいろ積み重なって、ものすごいショックが急に降りてきて、うでもなんかちょっと隣に友達いるから恥ずかしいし、あんま声出さないようにってしてたんですけど、めちゃめちゃ泣いて、そうでなんかなんだろうな、次の日かな、なんかで地域パークのお手伝いに行く予定だったんですよ、僕。でも意識が朦朧としてて 行ったんですけど、なんかね、会場間違えちゃって僕。ここだ、なんか別の場所だったのに、ここだってもう決めつけちゃってて、行って、あ、違うみたいな。あ、そっか。あ、ごめんなさい、僕遅れますみたいな感じになって。でもやっぱその時はみんなもう、いる情報もみんな知ってて、やっぱそこでなんか、まあ、正直結構、あ、まあしょうがないよねというか、結構みんな気遣ってくれて全然そんな大丈夫だったんですけど、そうそうそう、結構そこでしばらく引きずりましたね、僕は。まあ、もちろんそこからまあ自分もフランスにその後行くことになって、でお家にもお邪魔して、ある程度そこで踏ん切りがついてというか、自分の中でいろいろ消化できてという感じなんです。まあ、でも僕はそれが僕の、それを知った状況ですね。そう、これ目黒さんからちょっとお聞きしようかなと思ってて、なんどうかですか？その日は、その知らせがね、あった時は、まあ、夢にユッキが出てきてわあ、すたごんいでよすな。よ。それがすごいで聞いすたよ気がすね。る。そ聞いで、た。目が覚めて10秒ぐらいしたら電話かかってきて、はい。そすのお知らせが、あの電げえ。話。だ、電話番号、その当時登録してない人に番号だったから、はいって言って出て、で、そういう話を聞いて、
なんか、まあ、会いに来たのかなみたいな話をして。っていうので。会いに来たんだね、きっいや、そうですよ。そんなことないでしょう、だって。やっぱいや、恋もう落とし合った中で。本当。恋を落とし合ったのか。イチャイチャ恋に落とし合って、挨拶しないと。そう。ツンツンし合った中ですからね、その後。そりゃね。そうですよ。そう。じゃなんか、いや、でもそんな、なんか今までそんなユッキーが夢に出てきた記憶なんて、今までなかったから、唯一覚えてるのが、なんか、その時、出てきた時かな。まあでも何するわけでも、そのね、夢の中身としては、何したっていうわけでもなかったんだけど、ただ、なんか、ユッキーが出てきて、で、目が覚めたら電話がすぐかかってきたみたいな感じの流れだったね。いや、すごいな。そんな、いや、でもなんか、でもそういうことだなって思いますよね。そんな、会いに来てくれたんだなというか。あ、そう思うようにしようかなでもまあそうなんだろうね。そうですよ、そんな。そうっていうか、あと目黒君のこのなんか勘っていうか、なんかそういうのの目黒強さんさ、側あれのが第六つ感なとがっいうちゃったか、みたいな。そうですよね。なんか、この、まあ、ちょっとスピリチュアルな話なので、聞いてる方がどう思うかちょっと分かんないですけど、まあ、僕はでも自結分もあん構、まりそういうのは、なんかあれ普だけ段そうど、いうのは、なんか傾倒するわけじゃないから、そういう。あれだよ、両思いだったんだよ、両思そういっでていうすか、なんよ。か、そうか。そうですよ。ね。わあ、まあでもそんそうないうこ感とでじすでよした。ね。なるほど。で、ユッキーの写真を JNN の会場に飾りたいとお願いしたのは飾りたいか、これ奈々さんって方、この方が撮った写真がその JNN の会場に、全国大会の会場に飾ってて、そう、すごい素敵な写真なんですけど。その写真の写真を見た。その写真が飾ってある写そうで真すよをね。見僕た。がその、今回こういうことやりますって言った時に使わせていただいた時の写真なんですけど、そうなんですよ。いや。じゃあ当時も見たな、その多分インターネット、まあ私ヨーロッパにいたので、その時に。そうですよね。そう、その話をちょっとバーバラさんからお聞きしたくて。バーバラさん、その時、その情報というか、お話を聞いた時は、ヨーロッパにいたんですよね。私はその時くしくもドイツにいたんですよ。まあヨーロッパのツアーをする、確かあの年は6月ぐらいから行ってたのかな。で、ちょうど初めてドイツで、フェスに出た。で、それがまあベルリン郊外のラーツってとこだったんだけど、まあ、そこで、まあ、結構、まあ、ハードっていうか、フェスがあ、野外音楽フェスみたいなのがあって、で、それが終わって、3日か4日ぐらい終わった日だったのよね。終わって、そこから1週間か2週間ぐらい次のフェスまで間があったから、その後本当はまあバカンスをして、そして次のフェスに行こうとしてた時だったんだけど、まあそのダーツのフェスが終わって、フュージョンフェスっていうフェスが終わって、ホテルで終わったね、マチルダ、そのさっきの話の余興サーカスのマチルダがもう一緒で、で終わったね、イエーイっつって、はとこに電話かかってきて、で、ユッキーがって言われて、ちょっとね、まあちょっと何言ってるかよくわかんない。そうですわよかんね。ない、わかんないけど、まあそれは奥さんからだったんで、で、まあ、とにかく、まあ、その時彼女は日本にいたので、まあ、そのユッキーのところに行くと。で、まあ、私たちもくしくもドイツにおり、その後ホテルとか取ってあったとはいえ、まあ、オフだったので、そのフェスがあったわけでもないので、全然動けた、たまたま。で、じゃあ行くよっつって、まあ、奥さんが、まあ、彼がいたその劇場に行って、まあ、片付けとかもしなきゃ、まあ、とにかくそこに駆けつけるから、じゃあそうだね、結構こう思い返すと、行った方がいいのか行かない方がいいのか、行って何ができるのか、行ってどうなるのかとか全然わかんないし、いろいろ考えてどうなんだと思ったけど、まあ行こうと、こう まあ、で、
でもすごい荷物なわけ、あの私。あ、そりゃそうですよね。ヨーロッパのフェスを回ってるわけですもんね。で、すごい荷物だから、はい、これ持って行って、なんか足手まといじゃないですか。そうですよね。じゃそうだ、はい。うん、で、はい、あのね、泊まるとことかもなんかわかんないし、うんうん、で、とりあえず、そのベルリンに借りてたあのホテルっていうか、なんかアパルトマンみたいなところに荷物をほぼほぼ置いて、うんうんうん、あ、そうなんですね。置いてったんですね。まあちょっと道具とかは置いて、うん、とりあえずなんか 2,3 日分の着替えぐらいを持って、あ、なるほど、まあ、なるべく身軽な状態で、まあ、何をお手伝いすることになるかわからないけど、うん、何らかのお手伝いをまあできたらしよう、あの、うんうんうん、いらなければ戻ってこようみたいな感じで、うんうんうん、で、まあその劇場まで行くんだけど、うん、なんかドイツだから近いんじゃないかと思って、遠いです、遠いです。ベルリンからだと5時間、5、6時間かな。かかなんか電車乗って、ずっと電車乗って、はい、なんかすごいぼんやり、まあ一人じゃなかったのは幸いだった気がするけど、二人でずっとなんか、うん、なんか窓の外の景色とか見て、風力発電か。思いながら、いや、そうですね、まあ、めっちゃ風力発電、そうですね、はい、行って、うん、で行って、うん、とにかく一番早い電車で行って、うんうんうん、まあ、劇場でその、うん、奥さんとお母さん、うん、ゆきのお母さんが駆けつけてきてて、うん、そこで会って、うん、で、まあそうだね、お部屋を片付け、印象すごく覚えてるのは、その、まあ、何、ショーが延長になったから、うんうんうん、まあ、そのショーの最後の日までのヨーヨーの毎日変える紐、うん、紐があの綺麗に最後の日の分まで準備してあったのはすごく、そうなんです。ヨーヨーってその僕で糸を毎回毎章変えるんですよ。全部変えてるんですよ。だからそれをもうなんか準備してたんですよね、雪は。うん、最後の分、最後の日まで。うん、うんうんうん、で、まあまあそれでやっぱもう海外、しかも彼が住んでたフランスでもないドイツでのことだったので、うん、まあ、だから、いろいろやっぱり手続きとかが大変で、まあ私がやったわけで。あ、そうか、そうか。だから、ユキは国籍は日本だけど、居住地はフランスにあって、亡くなったのがドイツっていうのがややこしいっていうのがあったんですね。うん、なんか、でも、もしかしたら、これは、うん、まあ、ドイツだったからまだ、なんかフランスだったらわけよ、なんかもっと大変だったのでは。あ、そうなんですか。私もあったけど、まあ、ドイツ結構きっちりしてるっていう。うん、まあそうですね。うん、でだからそこから結局行って、でもあのいつ対面できるかもわからないよ、うん、でずっと、うん、あの4人で一緒にいたのね、うん、いて、うん、で、まあ、お別れ会みたいなのもできて、うん、で結構長いことあのなんだろう、こうお部屋にユッキーがいて、でみんなでこう、うん、ヨーヨー入れたりとか、でもそれ日本と一緒ですよね。で、なんか名刺もね、持たせてあげたいとねとかつって、でずっとなんかあの好きだった曲と、うん、あのいろんな写真とかを、まあ、うん、さんが編集したやつをずっと、で結構 4、5 時間ぐらいいさせてもらえて、当初2時間とかって話だったけど、長いこといさせてもらえて、ずっとなんかこんなまじまじと一緒にいるの初めてやねとか言いながら、あ、パリから来た人とか、あと、うん、あのマロスさんもいた、うんうんうん、で、マロさんもドイツにいたんだよね。そうですね、はい、で、そうやってまあなんかお別れ会をして、で、最後まあ仮装をしないと日本に連れて帰れないので、うん、で、まあ仮装をして、うん、そのね、ここになって、うん、まあね、あの日本に帰るのを私とマチルダが見送るっていう、まだヨーロッパにその後、ね、はい、そうですよね、あったので、うん、だか
まあそのなんかとりあえずって言って、まあ、結局ずっとその全てが終わるまでいたんで、でもなんかそれはやっぱりその、まあこういう言い方が正しいか分かんないですけど、やっぱそれを見届けたというか。なんかまあすごい偶然、たまたまドイツ、なんか初めてドイツ行ったのに いや、たそうまでたすまよドイね。ツ行ったし、まあ遠いとは言って、なんかまあ最後こう、まあそんなことってあんまりないから、なんかこういろいろちょっとすごく、なんか、クッキーのお母様ももう帰られて、その後、お骨を引き取って、で、ちょっともうなんかみんな気のままだったから、なんか洋服買いに行ったりとああ、か。なるほど。で、なんかまあユッキーが、ほら、シャロンってシャンパンが有名じゃないですか。もうシャンパンで乾杯しよう。献杯しようとか言って、で、なんかこう、そのユッキーのすごく仲良かった、その時すごく車とか出してくれて、写真家かな？の人がいて、その人のうちで、夜テラスで、まあ、シャンパン開けて、なんかこう、ユッキーの動きってすごいちょっと風みたいな感じがして、わかります。なんか、空にこういるような感じがしたなーっていうのをすごい覚えてる。なんか夕暮れぐらいの、あ、夕暮れじゃないか、多分あれは夜なんだけど、ヨーロッパほらヨーロッ暗パはいじゃもうん、そ日のが。時6月、ちょうど今の時期は6月7月か、そう、9時まで明るいので、9時10時多まで分明る9いので、時とかだったような気がする。暗くななるほりかど。けで、そんなふうに思ったの覚えてるなぁ。ただ、まあ、なんか、まあ、縁は、感じいや、そうちでゃすうよね、それね。は。そうそでんなす感じよ。だと縁を感じちゃういね。やいや、それはそうですよ。僕は逆にその場に足を運びたかったけど運べなかった人間なので、ちょうどタイミングが合わずにというか、その後に僕はフランスに入って、その後ね、僕バーバラさんにシャロンで会ってるんですよ。あ、そう、だから、そうそうで、だよマチね、さシャんロン。と、そうで、もう一方、確かスタッフの方が後で合流されたのかな。カメラマンのそうそう方、そう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 、そうシャロンから彼女は来そうたでんすだ。よね。で、ちょっとその話とかもその時にちらっと、ここまで詳しくちょっと聞けなかったので、ちょっと今いろいろお話を教えていただいて、そう、いろいろ聞けてよかったんですけど、そう、いろいろでもその時もちょっとお話ししてっていう流れがあったんですよね。あ、そう、今コメントがあっはい、て、ユキさんのブログを、はい、ああ、そうそうそう、そう、まあ、ユッキーはジョそうジョそうのそうすそう、ごい、もうジョジョ好きすなんごですいしよ。てて、で、しかもなんか褒められた、なんかフィリップ・ドゥクフレとか、その有名な演出家の人とかにも、ユッキーのポーズ素晴らしいみたいなのはジョジョ。ジョジョなんだけ日本の漫画文化の強みですよね。なるほど。だから最後に、マロさんとか、来て、お別れ会の終わって、外出た時に、みんなで、ジョジョで写真を撮ろうってなって、で、ジョジョで写真を撮ろう、でもまあセルフタイマーとかさ、あ、セルフタイマーとなぜかマロさんが三脚を担いで来てた、急なるに来ほたど。はずなのに三脚で。準備がいいのか、どうなのか。それで、まあ、そのマロさんの三脚で、みんなでジョジョ立ちをして、写真を撮りそのまし写た。真ね、覚えてる。僕なんか記憶にあります。見た覚えがある。マロさんのブログかな。そうですね。うわー、そっか。いや、なるほど。そうね、まあ、徐々に。でもなんかそこの愛され感がやっぱりいいなって思いますし、なかなかやっぱ、まあもちろんしんみりというかなりますけど、なんかそこでみんなでちょっとユッキーが好きだったジョジョのポーズで写真撮ろうぜみたいな関係性がやっぱり素敵だし、それを作り上げたのはやっぱりユッキーの、そうだ今までね。築き上げた人間性だなって思いますし。あそこで会った人のほとんどが私たちの初対面だったり、まあ、マああ、ロなるさんほとど。か知ってたけど、知ってたっつってもそんなに知らないし、でも、まあ、なんかこう、たまたまその時そこに来れた人、まあ、来たくても来れなかった人がいっぱいいて、来れた人たちがなんか
ちょっと変な感じで同じポーズをする。なんかね、でも、そうだしね。そうですね。なんかでも、だから言葉が正しいか分かんないですけど、いい空間ですよね。なんかそこのみんなでそうやって雪をくぐらそうというか、空気感はすごく、いいなと思いますね。いや、ありがとうございます。なんそうなんかですよ。なんか行動話とかを僕もちょっと聞きたくって、実際どうだったんだろうとか、なんか、そうですね。で、なかなか聞けないじゃないですか、なんかこういう話。でもそういうのをちょっと皆さんにも聞いていただきたかったなっていうのもあったので、ちょっとよかったでなんす、いろいかろお話聞けて。こう、雪を知るっていうか、まあ、その時会った人たちはみんな、なんかすごい悲しいけど、でも、なんだろうな、みんなすごい悲しいけど、なんだろう、ユーモアがあった。ああ、その空間が、おお、でもなんか、やっぱでも築き上げてきたあれですよね。なかなかそうはならないんじゃないかなって思いますし。それは、でもなんか、まあでもね、記憶としては、なんだか映画の中にいるような、その間は、あまりにもね、日常から離れてるとか、感じの不思議な時間だったなと。なるほど。で、その後、バーブラさんはそのまま次のフェスに行ってっていう感じでそすれよがね。シャロンだったんだと思あ、多分そうですよね。そこで多分僕お会いして、そう。なるそうだほね、ど。そうね。だからさっき直人君が、ユッキーが亡くなった、その大会の時にユッキーのためにやろうと思ったっていうのがあって思い出したんだけど、なんか私、その後シャロンに行ってて、で、結構そうだね、そういう気持ちはあった。なるほど。そう。まあでもよく、そうなる、そういうふうに思って。で、私のショーで、バーバラビットのキャバレーショーっていう、まあ、人形使って、うさぎが女の人になって人形と踊って、その人形がいなくなっちゃって、で、でもその人形が親友って言ってくれて、で、まあ、ショーは終わり、うさぎが最後、まあ、傘を開いて、こう、みんなに、挨拶をするんだけど、その中で、その後から、空に挨拶。皆さんと空にするように、そこからなってあ、るそれは今でもかそうさな。れてるってことですか？その今時でにっもてそうことだしけてど、る。あ、なるほど。でもそれはその時に、そそのの、時にそう思ってしたことは何か覚えてて、あ、なるほど。まあね、空にいる人はいっぱいいるのいや、で、そうですよね。あれだ、だから、まあその時はもう明らかにユッキーに向かってやってたし、まあ、今でもまあいろんな空にいる人に対してやってる、今ここにいた人とお空の皆さんへみたいな感じ。なるほど。でもなんかちょっとこのあともうちょっとだけ、そのもうごめんなさい、皆さんお付き合いありがとうございます。もうすぐ2時間になろうとしてて、でもうちょっとだけちょっとお話ししていこうかなと思ってるんですけど、まあ、このあとちょっとそのユッキーが、じゃあその、なんだろうな、もたらしたものというか、僕たち、になんかその提供してくれたものとか、僕たちだけじゃなくても、そのこの業界であったり、この社会的にであったり、何をこう残してくれたのかみたいな話を最後にちょっとしていこうかなと思ってて、でもさっきのバーバラさんの話はその一つですよね。今でもそうそだのね、時から始まったものをもうすでにそこでやっぱ一個残していってるというか、っていうことですもんね。でもなんか、そうなんだろう、まあ、ユッキーに憧れて、なんか焦がれてってアーティストっていっぱいいるんですよ。それ日本人だけじゃないんですけど、さっきもちらって言ったけど、ヨーヨーでなんかユッキーが作った技みたいなのもたくさんあって、動きとかもたくさんあって、でも何より作品として本当に新しくって、もうあんなに
今でもやっぱり体の動きとそのヨーヨーとなんかリンクしてるアーティストってヨーヨーだけに縛られなくてもものすごい希少価値のあるというかすごいレベルのアーティストだと思っていて、特にそうね、体の動きがねユッキーってゆったりしてるんですよ。でそこまでのヨーヨーのパフォーマンスってどっちかというと結構パワー系というか、音楽に合わせてバンパンパンパンみたいな演技を崩してもうふわーっとした空気だけど情熱的みたいな、あの感じを作り出したことが革命ですし、やっぱその文化を根底から覆して、でそれに僕も影響をもちろんすごく受けてますし、影響を受けてるアーティストってすごいたくさんいるんですよね。そうそう、でもそれで、これ本人に許可出してなくて勝手にこの話出しちゃうんですけど、それこそ渡辺翼って僕のサーカス学校のその一緒にやってきた渡辺翼とかもものすごいユッキーのファンで、もう今でも覚えてもなんか お前ユッキーさんって知ってるかみたいな感じで翼が声かけてきて「いやいや知ってる知ってる、それ、それが大概覚えてる、中だったか大学中だったか学校出てからかちょっと僕覚えてないんですけど、でも「ユッキーさんって知ってるか」みたいな「いや知ってるよ、何急に俺はついに見つけた」みたいな、もうすごい理想のアーティストというかすごい人を見つけたぞ、で「いや知ってる、いやいやお前知ってるかも何も」ヨーヨーの人だからみたいな 俺知ってるよみたいな 俺の野心だ いやいやもう俺はずっと憧れてるんだよユッキーにみたいな いやあの人はすごいみたいな、俺はちょっといろいろ研究したいからなんかビデオとか持ってたら教えてとかで、なんかいろいろそこでいろいろ話してユッキーの話とかもそこでして、で翼はもう本当にユッキーに憧れて、でその実際生でのショーとかもユッキー見に行ったりして、でいやユッキーさんよかった、ここのユッキーさんのこの時の演技のここがすごい良かった、ビデオ撮ったんだ見てくれみたいな、もうすごい憧れてて、もう少年のようで、でなんか実際にユッキーが亡くなったって話を聞いた時に翼の落ち込みようはもうそれは凄まじくて、なんかそれこそなんかちょっと音がザザザってなってる、なんか宇あ宙今人治っみたたかな、ごめんなさい大丈夫かな、大丈夫かな、はいごめんなさい、そうそう、でそれでさっきね、地域パークでちょっと僕お手伝いしたって、その時も意識を朦朧としてたんですけど、そこに翼も来てたんですよ。でももうなんかそれが亡くなって5日後6日後ぐらいで、多分翼が知らせを聞いて2日3日後とかだと思うんですけど、もうなんかもう気力がなくってもうズーンとしてて、でもうなんか一言二言なんか「いやお疲れ、またちょっと舞台やる」って話をしてたんで。また練習しようね、ちょっとユッキーさん、何でもない、お疲れみたいな感じで帰ってったんですよ。で、おお、ああいう翼来てるなと思って、で、こっからちょっとあれなんですけど、まあいいや、翼はね、翼はね、このユッキーが亡くなってから、タバコを吸い出したんですよ。そう、なん悲か、しみのあまり。悲しみのあまり、それはこれは笑っちゃいけないんだろうけど、僕は何だろう、すげえ可愛いなと思っちゃって、なんかもうその何だろう、その何だろう、高校生が自分の好きなアイドルが結婚しちゃったみたいな、でもなんかタその時バタバコ吸コをってたからね。っていうのもあるのかも分かんないんですけど、なんかその、でもやっぱそうだ、そのもうそれぐらいのもうやっぱり何かを変えなきゃやっていけないぐらいダメージ食らってるんだと思って、でそこから僕たちはその舞台をちょうど作って、で公演をやったんですけど、で僕はその作ってる間聞いたことなかったんですけど、あとあとなんかやっぱまあユッキーをすごく意識してその作品を作った部分があるみたいな、そうをなんかコラムとかにインタビューとかで答えててるのを見て、あそうだったんだってそこで初めて知ったんですけど、そうもうその時点でやっぱりそのまあユッキーが亡くなってたからとかどうかとかでちょっと分かんないですけど、なんかちょっとこうなんだろうな、そういうものをやっぱもたらして新たな作品ができて、こうやってつながっていくんだなみたいな感じですごく感慨深く思ったっていうのをやっぱ覚えてるんですよね。
私もでもなんか今回ので、そうん、のはい。クッキーについて書かれたものとかをちょっとネットで見てたら、たまたまその西田校長、サーカス学校の西田校長が書いたサーカス学校通信みたいなところで、その公園、イルスペオピラードの公園について書いてあって、で、ユッキー、まあ、かなり若い時期にヨーロッパに行った彼が、日本で今こういうことがね、現代サーカスとして作り始めた人たちがいるっていうことは、すごく、もしユッキーが見れていたらすごく喜んだんじゃないかみたいなことを書いてるのかなと結構。そうなんですよね。やっぱなんかそうなんですよねっていうか、まあなんか、まあ、そうやってこの作ってきたものが他者に何て言うかな、直接的にこういうふうにするんだって伝えたわけじゃないのに、その演技から伝わったものが新たな形になって、なんか次につながっていくんだなみたいな感じがして。でも私も今回なんかやっぱちょっとそのやっぱあまりにも若くして亡くなってしまって、私はなんかこうすごくまあお友達になれて嬉しかったけど、でももっとこうすごくにこやかで、すごく人懐っこい雰囲気だけども、なんだろうな、まだ、まあ、年も結構離れているっていうのもあるかな、なんかもっと話したいなっていう、まだなんかまだなんか友達になれてないって思ってたから だからなんかね、もっと話したかったし、もうなんできね、できることなら一緒の舞台に立ってみたかったと思うけど、で今でその時はやっぱりさっきほら、直人君が終わった後泣いたって言ったけど、やっぱそのすごいずっとこう最後まで日本にね、ユキが帰るとこ見送るとこまで一緒にいたけど、やっぱ泣けない、私たまあちが泣そういでてるすよ場合じゃないみね。たいはな、い、私たそうちで励すまよすんね。だみたいなるほど。その後いつ泣けたか分かんないけど、やっぱでも、あの時私は2人ともすごく親しかったわけではないんだよ、まあね、後からすごいユッキーは村田さんのことをパフォーマンスしてすごい好きだったねみたいな話は聞いたけど、でもそんなに親しかったわけじゃないけど、あの時まあたまたまドイツに行ったことで、そこまで立ち会うことになったことに関しては、まあすごく辛い経験ではあったけど、なんだろう、今こうやって思い返すと、なんか誇りに思う。おお、いや、そうですよね。なるほど。いや、本当に。で、やっぱりそうなんゆえに、やっぱりこう語り、なんかこう傷がなかなかかさぶたにならないような感じもあって、語りにくいっていうか、でもまあね、直人君とも話したけど、そうしているうちになんだかこうもやがかかったようになってしいってしまう彼の記憶みたいな、なんだかなっていうのもあって、そうですね。で今回を機会にもう一度動画とか見て、で本も読んだりとかして、あ、やっぱりすっごいいいないとや、思っそう、やって。ぱユッキーはやっぱ僕もちょっと久しぶりに今回見て、まあ、なんか定期的に思い返して見るんですけど、まあ、今回こういう機会久しぶりに見て、うわ、やっぱちょっと、やっぱり別格だなというか。いや、なんかね、もちろんこう青い部分、青いっていうか若いから26とかだもん。でもなんかこう、もうこう、まあ、めちゃめちゃこう怪しい、女編の怪しさとヨーヨーって、なんか怪しさとヨーヨーみたいな、なんかその そうですね。なんか曲線と直線がすごいつながってるんだよ。なんか人間がヨーヨーを操っているのではない、
何かすごいつながってんだけど、それがやっぱり、まあ、あとそれだけではない、なんか彼の持って生まれたな、なんかそのすごい炎が熱すぎて青いみたいな、なんか熱すぎて冷たいみたいな、なんか感じがあるような気がするけど、これってもっとやっぱりなんかもっと見たい、なんかちょっと夜中に動画を、ね、ネット上で見られる動画をこうどんどん送っていったら、なんかちょっと、止まらなくなってきそう、たの、僕もずっそうと。です。もうなんか、あ、こんなのもあったな、こんなのもあったなみたいな感じでずっと見ちゃって、そう、ね、なんかまあ、ね、そういう、こう、まあ、でも今が、今、そういう、こう、なんか、霞がちょっとかかったようになってしまっている、こう、彼を、こう、いやいやいや、みたいな、そうですね。いや、そうなんですよ。ちなんょっかとやっ待ぱて、みり、たいそうなんです。やっぱり、で、特にこの、もう言うなら8年じゃないですか。で、な。8年間で新たにそのパフォーマンスいろいろ見るのが好きになりました。アート面白いなって感じでこうやって入ってきた方々は、やっぱりその見れなかったというか、知らなかったって方もたくさんいると思いますし、なんかすっげえもったいないなと思ったんですよね。こんな当時もう革命的に新たなものを作り出して、でしかもなんか今なお誰もここに、なんていうか、たどり着けてないって僕は思ってるんですけど、ところにそのいる人の演技、今見ても素晴らしいって思えるその演技を、やっぱなかなかみんな知らないし、そう、何度も言うんですけど、やっぱそれを語ることが若干ちょっとタブー感というか、でその感じがすごくまあ、嫌話しすで、ぎたからね。そうなんですよ話ね。しすそうぎそうて。そう。でもまあやっぱりみんまあ、なそれぞれに。月日が経って、まあ、ちょっと改めてちょっとみんなでこう、言葉が正しいのか分かんないけど、ちょっとワイワイ話そうよみたいなところがあったんですよね。そうで、なんかそう、僕は今ドイツにこうやって来て、それがね、6年前に来て。で、でも7年前ぐらいからちょっと活動し始めてるんですけど、僕がドイツで仕事をし始めたタイミングがユッキーがその亡くなって1年後なんですよ、大体。なので結構なんか人によってはなんかそのリカバーってリプレイスメントって代役か、代役で入ったんだよねみたいな風に、あ、そうか、そう思われるかみたいな、え、そう、ヨーヨーで日本人でみたい日な、あ、本でも人だもんね。そう、でも全然そういうことはなくて、その。ユッキーがやってたお仕事はユッキーがやってたお仕事で、また別の方がっていう形になるんですけど、なんかそのでも僕がヨーロッパに来て最初気づかなかったんですけど、やっぱりヨーヨーでのパフォーマンスっていうものがドイツ、特にドイツでこうふっと受け入れてもらえたのは、あ、これはユッキーが作り出した文化だなというか。最初に見たものことがないものをこう取り入れるのってすごく難しいんですけど、やっぱそこをユッキーが一回ポンって穴を開けてくれてたから、すごい入りやすかったっていうのがあるんですよね。とで、あと僕たまたま僕がシアターで、そのバリエテで、働くってなった時に、そこのバリエテのオーナーというか、アーティストディレクターは、なんだ、演出家かの方から、オーナー兼演出家みたいな方から、お前ユッキー知ってるかって言われて、ああユッキーもちろん知ってるよって言って話したら、ユッキーがドイツでパフォーマンスできるというか、そのするようになったきっかけは実は僕なんだってことをその方が言ってて、そう、なんかその方が言うには、それが2010年とか11年とかそのあたりなんですけど、ユッキー当時ね、グループでなんか演技やってたんですって、4人か5人組とかで、そう、僕それは知らなかったんですけど。で、その作品を持ってて、でその作品を売り込みたくって、そのドイツのその劇場に売り込みに来てたんですって。でもそしたらなんかちょっと話曖昧で、その方もちょっと昔の話だからちょっと曖昧だったんで、で正しいか分かんないですけど、なんか1人が遅刻してきた、なんか別々の場所から集まって1人が遅刻してきたかなんかで、その見せれない、もうちょっと待ってくれみたいな。でもその演出家の人も、いや、もうあんまり時間もないしさ、そんないいかどうか分かんないパフォーマンスのためにそんな待てないよみたいな、
で、他の2人とか、あ、じゃあちょっと待って、あ、じゃあ、ユッキー演技あるから、ちょっユッと、キーがやりユます。ッキーちょっとやってみたいな、で、はい、じゃあやりますみたいな感じで、余裕あるしって言って、そこでユッキーがパフォーマンスして、で、それが、その演出家からしたら、うわ、なんだこれって。なんだこれ、こんな、ってやっぱ出会ったことないものにそこで出会って、衝撃を受けて、で、その後メンバー来て、で、4人で演技やったけど、いやいや、ごめん、ごめん、俺もう、無理無理って、無理無理ってなっちゃったらしくて、ごめん、せっかく来てもらって申し訳ないけど、ユッキーだよねって、君のその演技だけを買いたいというか、君のこの演技だけ受け入れたいって。言われたんですって。で、他のメンバーも、あ、スターだ、ユッキーって感じ。残念だけど、まあそんなもう、それは嬉しい出来事でもあるから、ユッキーよかったねって言って、そこをきっかけで、ユッキーはそこで働き出して、でもそのオーナーはもう、まあ、これはすごいってなって、結構いろんな人に、今すごい人来てるから、うちのショー見に来ないって声をかけたみたいな。で、その中の人のなんかのきっかけで、かどうかわかんないですけど、まあ、で GOP につながってみたいな、そこからいろいろドイツでも今後ちょっといろいろ話がつながりつつあったみたいな話だったんですって。いや、そりゃすごいなと思って、だからその人は僕の演技を見たことなかったんですって。で、普通その演技を見ずに人を雇うことはしないんですよ。で、ビデオだとしてもしないんですね、その人は。生で見ないと。だけど、いい人いるんだけどって言われて、へえ、どんな人？で、僕見ないと呼ばないよ。日本人でヨーヨーやってるナオトっていう、日本人でヨーヨーみたいな。日本史でヨーヨー禁断だ。で、それで、あ、ちょっと待って、じゃあ演技見せてってビデオ見て、あ、なるほどって、雇うってなったんですって。だから、そこの入り口を作ってもそうらだえたっね。ていうのは、やっぱり、あ、そうやっだぱユッね。キーがそこで一回働いてというか、パフォーマンスしてたのがきっかけなんだなと思っまあ、そて。れだけインパクトを与えていや、そうですってよことだね。よね。そうなんですよ。だから、まあ、もちろんすごい残念なことで、これが今後ユッキーはきっともっともっといろんなそのステージに立ってパフォーマンスしてたんだろうなみたいなことを、その方ともちょっといろいろ喋って、結構あんなスターはちょっと久しぶりに見た、この年でここまでのことができて斬新で、もう全部が完璧で。いやー、ちょっとそっか、残念だけどねみたいな話はやっぱそこでして、だからやっぱそれだけの影響力をあの年でこうやってたアーティストがいたっていうことをちょっと伝えたいんですよね。ていうかね、それこそそうなんですよ、僕ね、同じ学校行ってたって人とか、それこそユッキーがその亡くなった時に同じショーに出てた人と、後日というか、その何年後かに一緒に仕事することになったりして、でもみんなやっぱりあんなラブリーで素敵な人はいないみたいな、で、演技ももう素晴らしいし、もうなんか本当に素敵な人だよねみたいな話になるんですよ。で、やっぱなんか、あ、みんなの、まあ、すごい、なんだろう、チープな言い方になって嫌なんですけど、みんなの心の中にやっぱユッキーがいるというか、あ、やっぱこう。で、それが日本だけじゃなくて、世界中でこうやって影響をちゃんとしてるんだなっていうのが、やっぱりちょっと思ったんですよね。っていなんう感かじです。それも今回、まあ、それでユッキーについて書かれたものとかをちょっとこうね、検索してたりすると、まあ、やっぱその時ショックを受けて、書かれたものが多くて、でやっぱその、本当に思ってる以上の人が、そのユッキーの影響を受けて、でもうすごく落ち込んで、だけどそのユッキーに影響を受けて始めたことを、もう一度、ユッキーはもういないけどやろうって思ってたりとかっていうのとかを読んで、だからみんなの中に生きているなとは思う。そうですまあ、そね。れをね、よりはっきりと、ね、こう魅力を伝えたいっていうか そうですね。いやいや、本当に、ちょっとそんなえ、感羨じましいの、話です。ん？
羨ましい話ですよ。私だって、はい。私、ね、私がね、死んじゃったりして、ちょっと待ってください。こういうことやってほしいいな。やいやいやいや、でもそうか、そう、それどうはなんだろうかアーな。ティスト冥利に尽 きいるや、よ。まあまあそうですよね。どうなんだろう。喜んでくれてるといいんですけどね。どうなんだろうな。まあまあ、そればっかりは誰もわかみんんないなけやっど。てほしいでしょ、私。やってほしいかも。そっか。写真とか探し出してきてさ。僕でもね、なんかね、そうだ。僕、いつだったかな。なんかで、ね、目黒さんに会った時、ユキ亡くなってからですよ。亡くなってからユキ、目黒さんに会った時に、なんだったかな、なんかユッキーの話をすごい明るくしたんですよ。それでも割とすぐだったんですけど、1年以内とかだったと思うんですけど、いや、それこそ、内容ってユッキーだったらこうだねとか、いや、ユッキーじゃないんだからじゃない、なんかちょっと、なんかの会話の流れでユッキーの話をポロって目黒さんがしたのを聞いて、あ、めっちゃいいなって思ったんですよ。やっぱみんながそういう話がタブーみたいな感じになってる中で、だなって別に言ってないですよ、誰も。するなとは言ってないし、でもなんかやっぱそう、ああってこう、空気が空気ちょっがとね。こう ある感じの中で、目黒さんはユッキーの話を割とポロって普通にもうなんてことなくこうされてたのを聞いて、あ、めっちゃ素敵だなと思って、で、そこで僕もこうしなきゃダメだと思ったんですよ。そうなの？ そうです、そう、これ今初めてそう言ったんですなけど、そう、なんか、そりゃそうだよというか、誰も話さなくなったらそこで終わっちゃうじゃんというか、って思ったんですよね。っていうのもあって、実は今回お呼びしたっていうのもあるんですけど、それがきっかけ で一つ、その一つというでもか、ね、なんかね、結果そでう、も。ただ、まあ、なんかこう、ユッキーについて話したいことを持っている人は、なんかまだまだいっぱいいる気がそうなんですするのよ。で、まあ、ぜひ話していきましょうよとそうは思なんいですます。よ。そうだから、なんかこれもし見てくれた方の中で、例えば「いや、俺もっとユッキーの面白い話知ってるけどな」って方もきっと見てたりすると思うんですよ。で、まあ、僕は今こういう形でちょっと配信をさせていただいて、で、どうだろう、僕もやっぱ、まあ、それがどういう手段でもいいんですよ。ブログだろうが YouTube だろうが配信だろうが、なんかぜひ別にね、いろん皆なさとこで語ん、ればそういいと思で、ちょっとでも僕一人じゃできう。ないから、え、なんか人やにろうよ話みすたいのがいいな、よね。そうですね、なんかもし誰か、その今見てくださってる方の中で、俺一人じゃできないけど、いや、似た話あるんだって言ったら、またメンバー変えてやってもいいと思う。僕また間に入るし、なんかちょっと今後もなんかそんな、絶対人とやった方が、そんな目そう黒なんだそとか、う、ちょっと今もなんか、話してて繋がったところが面白かったじゃないですか。あ、じゃあ、あの頃だねとか そう。そうだね。で、なんかやっぱちょっとどうしても湿っぽくなりがちなんですけど、結構僕は明るくというか、こう、ポップに結構皆さんとこういう話したいなって思ってたので、なんか、よかったなというか、じゃないかなって思うので、ぜひ皆さんもなんかそういう思い出とかあったら書いてほしいなって思いますし、あ、どうしよう、なんか今ちょっと思いつきなんですけど、ハッシュタグユッキーの思い出みたいなのを命日にみんなで書きます？投稿するの。どうだろう、ごめんなさい、今ちょっとすげえ思いつきで適当なこと言っちゃった。でも面白いと思うんですよ。ちょっともう、こう8年経って、なんか今こう話とか聞いて、ユッキーのああいう思い出とかあるなと思ったら、ツイッターとかでちょっと、ユッキーとの思い出、何にしようかな、なんかしませんか、そういうのでもいいし、なんかちょっと皆さんとこうがこの配信とかされるってなったら、僕も絶対見に行くし、その協力できることは協力しようかなと思うので、まあ、何が伝えたいって、やっぱりちょっと忘れないでいただきたいし、そのやっぱこう霞がかっていくし、貴重な資料とかもどんどんなくなっていくんですよ。サーバーがダウンしてブログがなくなっちゃうとか、動画も消えちゃうとか、そういうこともいっぱいあるので、今からユッキーの動画見まくってきます。そう、もう見ましょう。ちょっと皆さんもコメント本当たくさんありがとうございます。そしてね、いろいろ喋ってる間にコンティニューコインも新たに入れてくださったりとか、ありがそとうございます。う、本当にちょっと皆さんにいろいろとコメントしてくださって、全部読んでます。ちょっと読み切れてないんですけど、皆さんの思い出とか、そのユッキーの話とかね、そう、こうやってちょっといろいろお話できる機会が。あ、名刺ハッシュタグに同意して、
安藤さんも言ってるので、まあ、ぜひやりましょうよ。はい、メンチハッシュタグ、直人多分さん思のい出発信に合があわせるます。人がそういでっすぱね。いいて、はいい。るんだろう。わかりました。ちょっとじゃあ僕はやってみます。で、思いがある方はそのついてきてくださると、ちょっといろいろ、そうだね、直人さんがやったら、それが、そのハッシュタグがわかるっていそううですね、はい、わかりました。じゃあ、ぜひもし書けないなって方も、もしそれをリツイートしてくだされば、ぜひそん。の広がっていくんじゃないかなって思うので、ぜひよろしくお願いしまちょっと動画を見てす。研究しようと思いはまい。す。研究 その動きがね、すごいね。あの技がねーっつって、 あれが画期的だったよねーって言って、やっぱりくるくるが動ねね。くるくるがねめっちゃ体も動くー。 はい、ししなやかだから、くるくまあるがね。逆にこう、もしこれがね、彼が年老いていった時になんかどんな演技するの、一つだけヨーヨーを持ってすごいゆっくり技もなくなんかやったんじゃないかみたいな妄想をしたりとかして。ああ、なるほど。確かに、今、ユッキーは何をするかみたいな妄想とか。今ね、まだ今生きてても、うん。まだ若いからまだいけるなって思ってるけそうですね。まあ、なんかちょっと、そういうふうに盛り上がってもいいんじゃないかなって気はしますね。ちょっと、そんな感じで、ちょっと実は間もなく2時間半をちょっとね、配信で、皆さん、本当にありがとう、お付き合いありがとうございます。皆さん、たくさんの方にお付き合いいただいて、はい。あ、27歳で亡くなる有名なミュージシャンが多い中、ユッキーも27歳で亡くなって、彼はアーティストやロックスターなんだなと思います。人も空気も巻き込んで、ロックするスターでした。本当だよね、もう本当にそう思う。そう、かっこいいよね。今見てもかっスこいいっターてを思うね、しずっね。と語られるべきだよね。そう、語りましょ語りましょう。本当に皆さん、語りましょう、ユッキーのこと。みんなすで、ご野い。人時代いはろ美んな味しい資気料、はする。いろんな資野料人時代はどうなんだろう。お前、ユッキーそのが。時代ユッのキーこはとだどうか思ってるら、か分かんないけど、本人がそんなに それは優やめしいとて思っわれて、るそとれは、あれはいいけど、それはやめてがあるかもしれないけど、ちょっとそれはもう、ある気がする。ある気がするけど、しょうがないよ。しょうがないです、それはもう、もうロックスターだからしょうそうがでない。す、誰も止められないんです、デそれビは。ュー前とかもさらされちゃはうよ。い、そうですね。あ、でもすごく楽しそうにプレイしてるユキ大好きです。僕も本当に好きだですね。あんなに楽しそうにショーする方が新鮮で彼聞かれジャニーが好きになりましたね。もう本当に、そう、なんか妖艶なのにめっちゃ楽しそうなんですよね。そ妖艶だよね。う、のそう妖なんで艶すさよ。がね、うん、でも僕は尖ってた時のユッキーも好きですけどね。いや、好きですよ。そう、もう抗菌の時のやつとかも。いや、いいですよ。だちょっから、と抗菌後で見たいんだけコンキど。アドたどったら出てくるかな、コメントを。いや、なんか、ちょっと、そう、さっきあげてくれてたはから。い、あげてましたね。はい、ぜひ皆さん、今後もユッキーをちょっといろいろして、思い出みんなで語りましょう。ちょっとそんな感じでね、はい、そろそろ締めくくりさせていただきたいと思います。これは、じゃあ私はずっとこれあ、をおお、それあれですよ横ね。に。ユッキーが亡くなった時に、そう、亡くはなっい。た時の9は月い。に、その、なんだろう、仲間たちが、はい。やった、そうそう2人でやっそたう。やつはい。の、まあ、はがきをもらって、それはずっと私の部屋にこう置いてて、いや、置いこてれあっすた。ごいですよね。ユそッキー。れとこうワインで、はい。ね、ユッキーといえばなんとなくワイン、赤ワインうん、そうでかなすと思ね。ってたら、さっき安西一恵さんも赤ワインを備えてそうるっですて言ってたね。から、あ、そうなんだな。いやー、なんか、そんな人やっぱりいるって思いますね。ユッキーが亡くなって、ユッキーを思って、みんなでユッキーを思ってパフォーマンス、ライブをやろうよというか、追悼ライブじゃないけどっていうのをやるって、やっぱりそういうスターだなって思いますし、それは日本だけじゃなくて、これはフランスでのライブなので、これはね、パリだか日らね。本人も出られてますけど、日本人だけじゃなくて、やっぱりほとんど海外のアーティストがそこに集まって出てたりするので、だからそれはやっ多分ぱそうり、だよね。だってフランスにもドイツにも、これはね、なんかちょっと
校からこういうことをやるから、私が知っている人には知らせて、他にあ、も誰か知らせた方がいい人いるかなって聞いたら、日本語わかる人だよねって言われて、そうですそうでね、すよそうでねすと。ね、そうですね、これ会話が日本語なので、まあでもだから、今回なんこれではアーカイブフでランちょっスととかでもやってくれないの？ フランス語字幕をね、つけると大量になっちゃうからな。いや、だからフランスの人もさ、ぜひやってくださいっ本当て言でわすれよて。ね。でも、聞きたいな、そういう話も。本当は。両方わかる人がいたら、ぜひ、確かに。なんかやって確かに、み確るかのに。もいいんじゃないでしょそうですね。まあ、これはちょっとうか。アーカイブを、残して、まあ、YouTube かなとかにちょっとどっかに上げて、共有しようかなと思ってますので、ちょっと聞き逃したところとか、もう一回聞きたいなと思っていただいたら、この見ている方はぜひ、また見てもら見えらたれら、なかったんで、そうですちょっね、と見たいけど今日間に合わないっていう方もいっいっぱぱいいいらっらっししゃっゃったたのので、で、ぜひぜひ、よろしくお願ぜひ。いします。じゃあ今日はちょっとそんな感じで、お二人とも本当にありがとうございました。ちょっと、ありがとうございもうます。ありが本当とうございにました。いろいろと、まあ、僕のわがままにというか、ちょっヨーヨーと。だ。そう、これユッキーのヨーヨーなんですよ。ユッキーのヨーヨー。そう。使ってたヨーヨー。そうなんだ。それどうなんすね。か聞いた気がする。目黒くらいからああ、なんですやそう、ってユッキる。ー、ユッ紐をキーつがけまヨしーヨーた。やってる。キラキラの、ピンクのキラキラついてます。そう。で、このラハーメトものついてシール貼るのも、どうなんだろう、ユッキーがやりだしたのかなってちょっと思ってて、何か、僕はやってないですけど、結構いろんなアーティストが、まあ、ディアボロとかではあったんですけど、ヨーヨーにラメ貼るっていうの、もしかしたらユッキー発信なのかな、どうかなと思って、わかんないですけど、これは。あ、リップユッキー。ユッキーに、すべての皆さんに、お、楽しい時間ありがとうございました。いや、ありがとうございました、皆さん、本当に。ちょっと、両方いい。ヨーフォーイット。ヨーフォーイットはヨーヨーの掛け声で、合言葉ですね。そうなんだ。合言葉です。なんか今日は知らないヨーヨー人とかいろいろ、ちょっとヨーヨー人とかヨーヨーのとか、そうですちょっね。と新鮮でした。一番ヨーヨーの T シャツ着ヨてますーフォけどーイッね。トって書いてある。書いてます。もうこれヨーヨー人はもう知ってる言葉こでれすしね。かヨーヨーのやつそうない。ですね。ヨーヨー買うならリワずっインとド。しまってあったんだけど、今思い出した。なんかありが私とうございこうます。首こうなってるやつ着ないもん。着ああ、ないそうですもん。よね。そうそうか、だよ。そうか。ああ、素敵な時間あ今日りがとうご来ざいまましした。た。うるうるしながら楽しく視聴できました。感謝。いやいや、本当にありがとうございます。もう皆さん、いろいろ。いや、なんだろう。これが言葉が正しいのか分かんないけど、すごい楽しかったです。いろいろと楽しかった思でい出すね。話ユッできキーたね、し、いればよかったのにね。本当にいるんじゃないかな。いるんじゃないかな。さっき、社長吠えてたし。社長覚えてたから来たいのたか。んじゃないかな。そう、500ね。円用意しておきます。500円用意しといてください。箱に乗せて待っとかないそう、そしと。たら自然に落ちるんで、いつ落かちるかもしれ落ちるんない。で、チャリンって飛んでいくチャのリンで。が落ちるかもしれないね。ああ、今日のか、いい時間でした。ありがとうね。ありがとありがとうございます。じゃあ、ありそがんなとうござ感いじましで、た。そういう感じで、この辺りで、締め暮らせていただきたいと思います。ぜひぜひ、また、ユッキーの、なんかそのツイートのやつ、僕やろうかなと思ってますので、ぜひ、よろしくお願いします。皆さん、本当にありがとうございました。このあたりで、締めくくらせていただきたいと思います。彼女。あ、彼女さん、見てたんだ。すいません、本当に。そういうね。方も多分いるんだろうな、いろいろと。あ、翔くんもいたんだ。いろいろ話聞くことができてよかったです。ありがとうございました。皆さん、本当にありがとうございます。偉大なアーティスト、ユッキー、これからもどんどんみんなで発信していきましょう。そんな感じで、この辺りで締めさせていただきたいと思います。本当に皆さん、最後までお付き合いありがとうございました ありがとうごた。ざいました。ありがとうございました。それでは、失礼します。これで、止まったかな？止まったかな？止まった。配信を終了しました。本当だ。すいません。配信は終わった。配信は終わりました。配信は終わったんだ。ありがとうございましお疲れた。様でした。お疲れ様でした。ちレコーディょっング。と